2007 J リーグディビジョン2第49節は2位の東京ヴェルディ1969、そして第3位のベガルタ仙台、この両チームの対戦です。味の素スタジアムはもうすでに照明に火が入っています。そして雨が降っています。まあ、当然ですがこのピッチの方も濡れているという中でこのサポーターの数です。まあ、両チームともにサポーターは非常に盛り上がっています。気象状況ですが気温が12度4分です。湿度が 83%、 そして雨です。まあ、多少ゲームには影響するかなというそういった状況であります。さあ、このゲーム解説はおなじみ川勝良一さん、実況上野明です。川勝さん、お願いします。よろしくお願いします。いや、しかし大きな大切なゲームになりましたね。大きいですよね。まあ、ちょっとピッチが、ね、気になりますけどね。当然これ影響は出ますよね、今日のピッチ状態は。まあ、特にあの、守るがキーパーなんか大変ですよね。はい。さあ、そしてこれが48節終了時の、順位表になりますが、ヴェルディが今84の勝ち点です。札幌に3の差、石尾さんになります。で、3位の仙台には79ですから、あのこれ見ると仙台、京都、セレッソ、この辺までの争いだと思うんですが、うん、いずれもこれあの1試合ゲームの数が少ないわけですよね。まあ、その辺でやっぱりこう、少ないチームっていうのはもう当然勝ち点3欲しいしね。はい。まあ、その辺の勝ち点計算したゲーム運びというのも注目ですけどね。そうすると今日のゲームあたりはある意味では勝ち点2の差という気持ちヴェルディ持った方がいいか分かりませんね。まあ、そのぐらいの計算してプランは立てると思いますけど、まあ、でも始まればやっぱりね、勝ちたいという気持ち全面ですよね。という大接戦ということになっています。いや、本当にこの、ま、選手の表情今映し出されますが、もちろんこのヴェルディはホームゲームになりますから、あのしばらく休みがありました。ただこうリフレッシュをして今日臨むということですからね。まあ、やっぱりコンディション的にもこの時期相当ね疲れありますから、気持ちがいくらあってもやっぱりまず体を戻すというね、それはいい時間ですよね。選手は普通でしょうかね、今の表情を見てると。ラモス監督がちょっとピリピリするかなというね。まあ、でもね、それはみんなもう分かってますから。さあ、そして最近6試合はご覧のように8連勝できたんですが、前節が草津に、これ松本のゲームだったんですが、アウェーで2対2の引き分け、これ勝てるゲームだったんですけどね。まあ、ちょっと痛いですけど、ただもう大体平均すると毎試合3点取れてるっていうのは非常にやっぱり好調っていうかね、大きいですよね。まあ、そして2失点が2試合続いただけに、やはりしばらく、まあ、間空いたという、これ気持ち的にはリフレッシュできましたよね。まあ、コンディションを整えるというのは、もうゲームの中のパフォーマンス向上には一番大事なんでね。はい。まあ、その辺期待したいですよね。というヴェルディも絶好調です。まあ、ですから第1クールの7連敗は一体何だったという、まあ、雰囲気でしています。さあ、そして今度は仙台の方なんですが、今日はサポーターも本当にたくさんこの味の素スタジアムに乗り込んでいます。で、仙台の各選手の表情が今映し出されますが、こちらはアウェーのゲームになります。これどんな表情に映りますか。いや、やっぱりねヴェルディ相手なんで緊張感伝わりますけども、今でも日本人だけのメンバーで3勝ぐらい多分してるはずなんで、その辺のまとまりというのは期待できますよね。そして最近の6試合ですが、愛媛に1つこれ42節負けていますが、まあ、その後は負けなしできています。まあ、ですから3点2点1点という形にしていますし、守備が非常に安定してますからね。その辺がやっぱりこう、ヴェルディ相手に、まあ、どのぐらい通用するかというかね、そこがうまく機能すれば相当期待できますよね。まあ、そういった意味でも今日はやっぱり先制との持つ意味が随分違ってくるかなという気がするんですが、それにしても今日のサポーターの数はどっちがホームだというくらいの仙台ですからね。いや、これはでも選手にとってありがたいですよ。でしょうね。はい。さあ、そしてこれがその、まあ、数字の比較になりますが、総得点が今ヴェルディがトップ85、一方仙台は失点で49は第3位になります。そしてこう見ていくと、もちろんこの得点を取る選手がフッキー、ディエゴ、バンダイ、ロペスが出ていますが、その下このイエローカード3枚というのがフッキー、ディエゴが非常に粘ってきたんですよね。まあ、だからこの辺ね、思い切りプレーしたいけども、カードをもらうということはまず下げたいしね、この辺が今日非常に難しいですよね。フッキー、ディエゴ、そして仙台、バンダイというこの3人はこれもらってしまうと2試合なんですよね。まあ、残り試合考えると、もらわないでもらいたいというのはもう当然ありますけど、これフッキー、ディエゴもしもらったら今日でゲーム終わっちゃいますからね。まあ、でもその辺はね、手抜いてできるわけでもないしね、大変ですよ。はい。という非常に興味ある大きな大切なゲームとなっています。ヴェルディ、そして仙台の一戦です。
この時間は2007 J リーグディビジョン2第49節東京ヴェルディ1969そしてベガルタ仙台この両チームの対戦をご覧いただきます。アディラモトスタジアムは非常に緊張感が漂っています。まあ、その中でサポーターの大きな歓声がこだましてまいります。気温が12度4分、湿度が 83%、 そして雨が降っています。こちらがそのサポーターです。ヴェルディ今日のゲームは解説が川勝良一さん、リポーター高井京香、実況上野明でお伝えしてまいります。川勝さん、はい、まあ、本当に49節もうゲームの数は少ないんですが本当に大事なゲームですね。まあ、最後までもつれるんでね、見る方からすると非常に楽しめますけど、まあ、やってる方は相当大変ですよね。はい、仙台は前節は福岡に1例で勝ちました。しかしこのクサス対ヴェルディなんですがこれがあのヴェルディ逃げ切りかなというところで1点失って同点にされているわけですよね。まあ、やっぱりその相手がある程度攻めてくれれば復帰とかのまあカウンター含めて力も出しやすいし引かれるとやっぱり崩しづらいというのは多少ありますけどね。京都の鳥栖の3対で京都痛いですよね。こういうのは痛いですね。まあ、でももうここまで来たら結果を次々こう反省するよりも次の準備でもう最大限こうまとまるしかないんで、まあ、その辺でやっぱり今日のゲームも切り替えは非常にやっぱり重要ですよね。はい、というこれが48節の結果になります。そしてこれからその順位になりますが札幌が87、ヴェルディが84、これが45試合終わっています。でその下、まあ、昇格争いになりますが仙台、京都、セレッソ、まあ、ここまでだと思うんですが、この中で今3チームは44試合ですがそれぞれまあ1試合少ないわけになりますですよね。ですからこの仙台は今79なんですが、まあ、その少ない分を勝ったとすれば82ですからやっぱり微妙な差なんですよね。まあ、やっぱり1試合少ないっていうのは、いろんな目で有利なんでね。はい、まあ、ですからヴェルディから言えば今日は絶対勝ち点3を取って差を広げる一方仙台は今日勝てばある意味逆転できるわけですから、うん、まあ、その計算はしてるでしょうね。ですよね。はい、まあ、それほど大事なゲームになります。さあそして得点ランクなんですが37ゴールで復帰です。まあ、これはもうおそらくあと残り試合を考えてもこのままゴールインということになるんでしょうね。まあ、ここから逆転というのはまずないですね。ですよね。と同時にこの37点の持つ意味がやっぱりチームにとって非常に大きな意味を持ってますからね。まあ、なんとかねゲームが悪くても復帰の個人技で勝つということもあるし、今も復帰をチームがうまく生かしてはいますけどね。はい、で仙台はバンタイとロペスが13点12点です。ただ今日のゲームは後で紹介しますがロペスは出ていませんというこれが得点ランクということになります。さあ東京ヴェルディのメンバーをご紹介いたしましょう。高井がキーパーです。そしてフォーバックは変わらず貝本、土屋、今日は富澤入っています。そして服部、そして菅原、大野のボランチで中盤右サイド平山、左飯尾が今日は入ります。トップ下ディエゴ、そして復帰というでこの復帰、ディエゴ、大野というこの3人が今イエローカード3枚です。そして控えの方です。吉原、一柳、永井、そして柴崎、シューマというこういったメンバーです。かなり盛り上がってまいりました。まあ、そういった中でまず先制点が欲しいということになるわけなんですがこれがその今6連勝中ということになりますホームです。ですからホームでは絶対強いし川勝さん、はい、あの点を取る時間帯が非常にいいんですよね。まあ、前半に取れると非常に楽ですけども特に10分以内で取ってる試合が5試合もあるんですよね。あるんですよね。まあ、これはでも本当に、ね、相手のプランも崩すし、はい、チームにとっては有利ですよね。それとフリーキックの復帰ってのは多いですよね。やっぱり流れの中以外の武器を本当にこう結果として出せるチームというのは、はい、非常にやっぱりこう大きいですね。そうですよね。ですが今日も立ち上がり10分という、まあ、この時間帯がまあ注目点かも分かりません。まあ、現在ホーム6連勝中というこの東京ヴェルディです。さあ一方の仙台です。メンバーご紹介しましょう。キーパー林です。そしてフォーバックは右から菅井、岡山、そして北に磯崎です。そして永井と千葉が入ります。右に関口、左がニャン・ヨギです。そしてバンダイ、中島というこの2トップになります。でご覧のような関口、バンダイ、そして磯崎がこれは3枚のイエローカードになります。で控えは萩原、ジョニューソン、そして田村、ファビーノ、中原です。まあ、したがって今日はロペスは出ていませんというこちらはその仙台になりますが、まあ、もちろん注目選手も多々いるんですがこの岡山、林という2人が途中からこの入ってきた選手なんですがこの2人の加入がこの失点というのを非常に少なくしてますよね。
まあね、個人的なだあのプレーだけでなかなか収まりはできないですけど、はい、ただやっぱりこう安定性あるっていうのは全体にこうすごくこう、落ち着きを与えてくれるんでね、はい、他の選手もいい影響は言ってますよ ね。で岡山がディエゴと柏時代は一緒でしたし、うん、林が復帰と一緒なんですよ札幌時代はねこれもなんか面白いかなというねまあだからこれ多少はやっぱり有利なところはありますよね、まあおそらくお互いプレースタジオは分かっているわけですから、まあ、いかに点を取るかあるいはいかにそれを防ぐという防ぐかというこれも非常に興味があります。さあこの緊張した今日のゲームになりますが、今日はリポーター高井京香リポーターですが、まあ、その雰囲気ちょっと伝えてもらおうと思います。高井さん、はい、試合前の両監督なんですが、まず東京ヴェルディ1969のラモス監督、今日自分がピッチに立てないのが残念だと話しましてかなり気合が入っていましたね。ただあの選手たちには今まで通り楽しくやろうと声をかけた、はい、仕掛けていこうと、自分の仕事はもう終わり、あとは選手を信じて送り出すだけですということでした。これあの選手に楽しくやるというのは自分に言い聞かせているんですよね。うん、そうかもしれないですよね、表情はかなりもう昨日から厳しかったですからね、そして一方の仙台の望月監督なんですが、こちらの方は試合前コーヒーを飲みながら、まあ、顔見知りの方々と談笑するなど非常にリラックスした姿がありました。まあ、思いはもちろんあるんだけれども、やることはもう 100% の力を出すことだけですと示しまして、ただ今日の試合いい試合ではなく結果を求める試合になる、そして今日は入り方に秘策がありますということなんですね。あの千葉選手あたりも、あ、そのための準備はしてきましたということなんですが、ただ面白いものではないですよと、アウェーですね後半必ずチャンスが来ると信じて戦いますということでした、はい、この言葉にヒントが隠されているのかもしれません。あ、当然あの詳細は語ってくれませんよね。はい、そうですね、秘策だそうです、そうですね、はい、はい、という武井リポーターが伝えてくれました。まあ、ラモス監督、望月監督、川勝さん、はい、まあ、監督の経験をお持ちなわけですが、こういうゲームの中でいろんな当然秘策もあるんでしょうが、やっぱりまずは自分たちのサッカーがいかにできるかでしょうね。まあ、やっぱりね、ベース崩さないということと、あまりその別のことを強調すると選手がちょっと混乱しますから、まあ、普段通りの中でいかに新しい少し武器というかね、それをゲームの中でこう披露するかですよね。まあ、これまでの対戦成績は4勝2分けの1敗という、まあ、ヴェルディの方が非常にいい数字を残しています。まあ、今シーズンも、まあ、これまで第3クールまでの3試合は2勝1分けですから、まあ、復帰の4得点もありますが、まあ、ヴェルディが相性的には非常にいいということになりますが、ただこれはもう川勝さん、相性では語り尽くせない部分は今日のゲームはありますよね。まあ、特にね、ヴェルディが前半ここ5試合、はい、相当早い時間帯に点取ってると、まあ、でも前半 0-0 で行ったりするとヴェルディの選手がどう感じるかとか、まあ、その辺のやっぱりこうことも含めて望月監督はいくつか考えてると思いますけどね。さあ、そしてグランドではいつもの光景です。まあ、記念撮影が終わりました。そしていち早くそのポジションにしていこうというこのベガルタ仙台です。第3位という、まあ、松川の差で今このヴェルディを追っています。そして今大きな声を出しました9番の復帰が行きます。37得点は現在 J リーグのこのディビジョン2の最多得点記録になりますが、2004年の12位が作っています。まあ、ですから今日取ればこの J2 の記録更新になります。さあ、そして今日のゲームは主審が吉田さんです。副審が中井さんと中込さん、第4審が金田さん、この4の審判です。吉田さんばかりあります、44歳です。まあ、とにかく緊張感がありますが、まあ、このゲーム、おそらくいいゲーム、我々が感動するゲームをやってくれるはずです。ヴェルディ1969、そしてベガルタ仙台2位と3位という、まあ、昇格をかけた大きな一戦です。まあ、当然ですが上位2チームが自動昇格、そして第3位のチームが、まあ、J1 チームとのプレーオフ、まあ、したがってなんとか2位に食い込んで、まあ、自動昇格が欲しいという両チームになります。さあ、今大きく手を叩いたのは復帰でした。そして今やや遅れて関内がこの輪に入っていきます。ベガルタ仙台です。キーパーの林、187センチあります。まあ、札幌からのウェルコー期限付きの移籍になりますが大きな力です。
さあそして大きな声を上げてそれぞれがこれからポジションに散っていきます。前半の45分のスタート、左エンドが東京ヴェルディ1969、そのヴェルディのキックオフでこれから始まります。右エンドがベガルタ仙台です。復帰ディエゴ、この2人がいかにまた点に絡んでくるか、この立ち上がり10分が非常に注目されます。さあ始まった前半の45分、ゆっくりボール回してディエゴ、そして右に持っていきました貝本、貝本から後ろ下げた土屋、土屋から縦1本出ました。そして20番平山がいますが、ここは競っていきます。さあそしてボールがこぼれて13番の今中島行きましたがボールは取れません。そして立ち替えを割っています。スローインは東京ヴェルディです。高橋さん、はい、特にどの辺を見ていけば面白く今日のゲーム見られますか。まあ、やっぱりヴェルディ、強力な復帰ディエゴに対して、はい、まず仙台の選手がどういう対応するかというのをまず見てみたいですよね。でその中で攻めの形というのもいくつか出すと思いますけど、はい、まあ、やっぱりヴェルディは最大限武器をやっぱりどのぐらいうまく生かすか、まあ、逆に言えばベガルタはそれをどうやって抑えていくか、特に前半は大事ですね。はい、まあ、ホームのプレンチオ中の前半の10分以内の得点が非常に多いということですから、まあ、仙台人その辺は要注意になります。さあここはボールが入りますが、18番バンダイです。バンダイは現在13得点を挙げています。右サイドボールが行きました。ここはファウルはありません。いい守備を見せました。そしてフッケンが倒されます。あとやっぱりヴェルディのどうしてもね、強力な2人以外の心の選手のやっぱりある程度の力っていうかね、特に飯尾とか、まあ、平山もそうですけども、この辺がうまく絡んだりダミーでこういう選手にいいチャンスが来れば、はい、非常にまあヴェルディとしてはある面理想的ですけどね。まあ、そういった意味で川川さん、やっぱり注目選手といえばどうしても復帰、ディエゴ、この辺の点を取る選手になりますかね、ヴェルディは。まあ、当然そこはもう最大ですけども、まあ、そこに対して仙台がベガルタが相当強い対応した時の周囲の他の選手のプレーですよね。仙台からは誰になりますか、注目選手となれば。まあでもロペスいませんけども、はい、バンタ中島とか、この前の2人、あとやっぱり関口とかリャン、あ両サイドになりますね、はい、中盤の。この辺の運動量が非常に高いんでね、はい、まあ、そういう意味で日本人だけですけども、逆に言えば、まあ、そういうところのチームワークというかね、全体のまとまり、連動性というのは非常に高いと思いますね。はい、それから途中入ってきた岡山、そして林ですが、まあ、当然その復帰、ディエゴを抑えなきゃいけないんですが、まあ、でも知ってるというのは非常に有利なことだし、なるほど、まあ、だからやっぱりそういうのと、やっぱりそういう面で周りがいかにこう助けて、はい、いいカバーリングするかですよね。そして今ディエゴが飛んだんですが、ディエゴのファウルがいました。現在11点のディエゴ、37点の復帰、一方はバンダイが13点、中島が10点というこの両選手になります。さあそして今林が前に出てまいります。まあ、あとやっぱりきっちりボールが滑る、はい、位置も滑る、はい、まあ、その辺でいろんな面でこう悲観的に特にディフェンスが予測し立てたポジションを取らないとちょっと怖いなと、はい、ここはボール入っていきますが、さあ そして中島から右へ叩いていきました。中にはもう中島入っていますが、そこにもう一回来れば面白いんですが、ここでカットします。これは非常に危険なプレーになりますが、さあリャンリュームボールを持って左足シュートーというと、あとイエローカードが出ましたが、これはバンダイですよね。でイエローカード、今バンダイは実は累積の3枚なんですが、これ4枚目になりますね。ということは2試合滑ったんでね、ですよね。まあ、高井に対してのファウルがイエローカードになったんですが、確かにこの高井から見てますと滑り込んでしまったという感じなんですが、うわー、これはしかし痛いですね。まあ気持ちが入ってるんでね、ああいうプレーになるけども、逆に言えば今日みたいなコンディションだと、はい、うわー、まあ、止まってはいるんですよね。そうなんですよね、止まってるんですけど、滑ったところが要はアフターに見えたんでカード出たんですけど、まあ、この辺ちょっと若さもありますしね。そうですね、21歳という184センチ、まあ、ゴールゲッターになりますが、まあ、ただもうこの後2試合出場停止になりますが、そんなことにも今日のゲームを集中しなきゃいけないわけですから、ですね、まあ、それが一番重要ですよね。はい、
土屋から前線フィードされますが、そしてフィッキーが来ます。ここはセッター千葉になりますが、ここも笛、まあ、でも今、はい、リャンも遠目からでも打ちましたけど、結局キーパー前でバウンドさせたりとかね、まあ、ピッチコンディションをうまく利用したりってそういう狙いを徹底するのは特に前半大事だし、はい、まあ、実際高木も今キャッチングしづらかったんでね、これが非常に重要なポイントですよね、はい。前節の福岡戦もリャン・ヨギのこのシュートがポストに当たって跳ね返りをバンダイが取ったという、ここはバンダイ取れません。そして土屋からこれちょっとヒヤッとする場面ですが、ベルディ、さあフキはボールを持ちます。ここもカットされました。さあ仙台がかなり行きますが、ここから急いでからボールが入りました。そしてリャン・ヨギ行った、土屋カットします。貝本、広山、そしてフッキー、さあフッキーはボールを持ちますが、ここを囲っています。そして岡山、あっとここも滑っていますが、まあ、立ち上がりでも仙台の運動量、はい、あとやっぱり選手が、まあ、大事なゲームなんですけども、意外とこう体が動いてるなと、まあ、非常にいい入り方してますけどね、はい。そして持ち監督がこの立ち上がり秘策があるという、その辺がねどの辺かということになるわけなんですが、ただ気持ちやかなくアグレッシブになってますよね。いいですよね、貝本、そして広山、オードが入りますが、後ろ出ましたディエゴ、サイドを変えて服部が待っています。その前にはイオがいます。でフッキーはゆっくりまた中を伺いますが、その前にフッキーがいます。イオ持っています。服部、今ゴール前誰もいませんが、細かく伝えて広山から叩いていきます。さあそしてクロスが1本入って、ここは飛び込んでいきますが、オードはオフサイドになりました。オフサイドフラッグが上がっています。そして今飛び出していったのが望月監督です。こちらはラモス監督、そして橋田大コーチです。大野さん、望月監督はこう、はい、ランニョンギ選手を呼ぶことがかなり多いですね、ラン選手にかなり何度 もう立ち上がりから声をかけています。はい、それほどこの立ち上がりは確実やっぱり本当大事なんですよね。そうですね、まあ、あと立ち上げにいる選手どうしても伝えますから、はい、その辺からうまくこう周りにね伝わってると思いますけどね、こぼれてここは急いできますが、復帰、復帰は与えて、ここはしかしまたボールを取りました。ベルディが攻めていきます。復帰を持ちます。復帰もやや下がった位置になりますが、おっとボールをカットした。さあ仙台が行きますが、あーいい守備になりました。富澤です。広山、復帰にはボール入らない。ここも磯崎がいい守備を見せます。まあもちろんまだ始まったばかり7分なんですが、まあしかし今は復帰、ゲームが自由にはできません。よく抑えていますが、その復帰がボールを持ちました。そしてディエゴ、ここもと、もう一回復帰か、中島にはボールは通りません。ですからおそらく立ち上がり10分あるいは15分というこの時間帯は失点はしたくないところ仙台でしょうが、復帰に対しても非常にいい守備を見せたが、復帰いきました。なっと、そしてここはボールも長いです。ここはキーパーに戻ります。ですから復帰、ディエゴはまだ自由ではないわけですよね。まあやっぱり中盤、はい、最終ライン非常に狭いんでね、まあ、コンパクトにしている分お互いの選手が動いても少しこうスペースがないというか、受け渡しもスムーズなんで、まあ、この辺はいいですよね。はい、バンダー落としました。さあそしてこれはチャンスになるか。ここから長いからボールが今右サイド出ました。さあそしてバンダイが上げる、おっとコーナーを取りました。コーナーキックになります。8分です。そして両チームを通して初めてのコーナーキックになりますが、18番バンダイです。宮城、地元の出身です。福島東高校、点を取る選手です。そしてキーパー高いです。187センチあります。ゆっくり今岡山上がってきました。34番、岡山187センチあります。バンダイ、岡山、そして北野がいます。さあまずはチャンスになりました仙台です。これセットプレー、バンダイ動いている。そして岡山動いた。さあどこへ持っていく。長井が遠い位置から飛び込もうとしていますが、さあ高いボールになりました。千葉が飛んでいます。こぼれています。まだ千葉に行きます。土屋のクリア、クリアちょっと小さいが、ここから大きい前線にフィードされます。広山です。そしてフィッキーがいました。ここもいい守備を見せます。そして打っていきます。まだあります仙台。なんとこれはボールが出てしまいました。17番の磯崎です。108センチありますが、もともとは平塚湘南にいました。水戸、そして2005年からこの仙台ですが、まあ、ちょっとベルディがね、はい、押し込まれている時は、まあ、フェッキ、デーゴを残して大体ここ下がりますから、はい、あの奪ったボールが
やっぱりこうカウンターにならなくてもちゃんと足元に前の2人収まらない限り、ちょっとこの流れというのはまだ続きますよね。そうですか。バンダイが来ました。ああここいいチャンスでヤンヨンに持ってシュート打ってきた。どうだーと入りました。仙台が先制点、ヤンヨンが取っています。大きな歓声は仙台のサポーター、この歓声です。ちょっと空きましたね、空いたし、あとリャンのシュートも、はい、要はそのスリッピーなのうまく使ってバウンドさせてるんでね、まあ、高木もちょっと反応しづらかったですよね。いやここからバンダイを落として、そしてこの後のリャン・ヨミのシュート、いやいいシュートだ。前半の9分です。上田さん、ベガルタもベンチ全員総立ち、ハイタッチの嵐でした、はい、さあ今度はベルディが攻めていきます。1対0、このゲームは先制したのは仙台ですが、さあ中に出た大野、しかしここはカットこぼれていますが、もう1回ボールを持ちます。まあでも、前半の立ち上がりで早く点を取るのはベルディの今勝ちパターンだとしたら、はい、おっとここは土屋のファウルで、土屋にカードですか。あ、中島に対するファウルがカードになりましたが、イエローカードが出てしまいました。土屋です。まあこれでゲームが面白いというかね、アウェーの仙台が先に点取ったんで、はい、まあ、ベルディは相当出るしかないけども、ちょっとでもディフェンスラインで捕まえきれてない選手が何人かいるのは気になりますね。なるほど。さあそして千葉がボールを蹴りました。長いボールが1本出ます。ここはそのまんまゴールラインがありました。ただこれ味の素スタジアムなんですが、川勝さん、はい、仙台であのうわーというどよめきが、うん、場所はどこなんだという感じがありました ね、 なんかどっちのホームか分かんないくらいね、今日は仙台のサポーターバス26台ということなんですが、これクラブ史上最高だそうですね。前回は2002年 J1 に上がった年 の、 あの連勝した時の鹿島スタジアム、そちらに25台が出たことがあるそうです。それを上回ってるわけですね、はい、あここもバンダイが来ました。その前には中島いますが、そしてここも長いからもう一回バンダイ、さあボールを連れて千葉が行きました。7番の千葉、千葉からここは横へ入って磯崎がいます。17番の磯崎、縦にボールが1本入っていきますが、いいボールが入りますが、ここは土屋がいます。土屋が落ち着いてしまいますが、あっとスローインです。まあ、仙台のやっぱり前の方の選手ね、はい、前線のバンダイとかの動きが非常にタイミングがいい、広範囲に顔を出しているんで、まあ、スムーズにボールが流れてますよね。土屋のイエローカード、累積は3枚です。ヤンヨギの先制点、前半の9分でした。仙台が1点を取っています。磯崎が入れます。長井です。24番長井、そしてここはディーンをカットしました。さあボールが前に出ますが、ここも一躍囲んでいきます。さあ復帰はボールを持ちました。復帰ここを抑えようと今2枚3枚いきますが、復帰は持っていって、ここはスローに取ります。まあでもね、玉際に対して仙台の選手の集まる人数多いですね。非常に多いし早いですよね。それほど今日のゲーム集中していますが、さあここは長いスルーが入りました。ここも通ります。仙台です。磯崎からボールが出て、これはカットして菅原、菅原からボールが出た。さあ広山だ。広山、20番の広山、そして11番の大野が行きます。キャプテンマークをつけます。左、さあここは今服部が行きました。そして飯尾がいます。今日スタメンの飯尾です。飯尾です。飯尾からディエゴ、ディエゴにボールが当たります。そして菅原、ディエゴどんどん下がっていった、あーっとカットされました。さあ仙台ボールを持つ。さあここから中島からバンダイ、18番バンダイ、バンダイ持つ逆サイドゆっくり、20番の関口も上がっていく。さあそしてリャン・ヨンギがボールを持ちます。落として千葉、中に入って、おーっとスルーするが、とバンダイ、バンダイのスルーですが、他の中島、そして関口は反応できませんでした。まあでもアイデア面白かったですけどね、あそこで飛び込めば1点ですもんね。最初の動き出しもバンダイ非常に速くて、はい、足元であの辺で止められたらディフェンダー相当嫌なんで慌てていくんですけども、相手のスルーっていうのは普段よりは相当効きますから、はい、ちょっと後ろの2人のどっちかが読めてれば面白かったですね、今ね。中島と関内がいました。13番と20番です。中島10点、関内も2点取っています、今シーズンです。まあでも本当バンダイが相当効いてますね、はい、でベルディが逆にちょっとバンダイをちょっと捕まえきれてないんで、
この辺ちょっと修正した方がいいと思いますけどね、はい。まあ、バンダイはいきなりイエローカード1枚もらってしまったんですが、あの気持ちがこの選手に伝わっているような感じはあります。さあファウルがありました。さあそして広山です。20番広山右サイド入りますが、ここは菅原に任せます。でもああいうね、はい、局面でスルーができるということは、気持ちが入りすぎているわけでもなく、意外とリラックスして頭の中のこう作業というかね、それもこう普段通りできているというのが非常にいいですよね。あのバンダイも言ってるんですが、相手ベルディはもちろん攻撃がある、しかし相手に合わせるんじゃなくて自分たちのサッカーをしたいということだったんですが、うん、まあ、そういう意味でしょうね。まあ、特にこういう大事なゲームで普段をこう持ち込めるというのは大きいですよね。広山後ろから関内が行っています。20番同士になります。これも囲って取りますが、後ろから広山ファール、あーというカードになりますか。広山にもイエローカードです。広山のイエローカード、累積のこれが2枚目ということになります。まあ、でも今みたいなカード出た瞬間のスタジアムの雰囲気も本当ですよ。なんか仙台ホームのね雰囲気ですよね。今のピッチに向かって私立っているんですが、やはり右側からの声がすごいんですよね。そうでしょう。あの監督の指示もですからほとんど届かないような形になってまして、どんどん監督の声が大きくなっていっています。広山累積2枚目になりました。土屋です。ヤンヨンにまた持つ、そして関内に渡した。バンダイ中に入る、関内持つ、磯崎がカットオーバーラップですが、その前に中島落とした、これ飛び込んでチャンスにカット、まだあるか、長いです、長いです。そしてヤンヨンに、ヤンヨンにからここは落ち着いて処理したのは大野です。しかしまた千葉がいます。やっぱり仙台の選手の方が反応早いですよね。なんですよね。ちょっとベルディの選手の方が硬さがあるというか、はい、気持ちは入ってますけど、ちょっと足がなかなか出ないというかね。まあ、ラモス監督も、まあ、仙台は非常にいいサッカーをしている、まあ、仕掛けてくるチームが非常に好きだという話はしているんですが、まあ、とにかくこちらもやっぱり自分たちのサッカーをしっかりやっていきたいという、まあ、ラモス監督、その向こう浅谷コーチもとにかくゆっくり休めてリフレッシュできたのは非常に大きいという話をしていました。ディエゴから復帰、さあ復帰持ってディエゴ持った、ディエゴ行く、あっと今平山空いてましたよね。逆サイド平山空いたんですがボールは出ませんでした。その平山に今行きます。20番そしてディエゴ、イオが逆サイド開いていますが、左サイドフリーで待っています。海野とディエゴ、まあ、でもね、はい、今ディエゴが持った時に出す選択肢いくつかあるんですけど、やっぱり最終的に復帰の動き出し動き直しを待ってるというかね。なるほどね。でそこはやっぱりそのラインを仙台も消してるんで、この辺が非常に面白いというかね。はい、復帰は持ちます。復帰が行ってディエゴが待っていますが、復帰からディエゴスルーをして、そして右サイドカイモと行きました。さあチャンスがベルディ、カイモとからカイモと持っていく、カイモと行く、ここも関地早い、カイブとまだ持っている、ボールを出してスローインです。いい対応ですよね、カバーはね。はい、関内もスピードがあります。さあスローインボール入って復帰を持った、さあ復帰が行く、復帰持つ中入れる、あっと千葉がいい感じでこの守備をしました。バンダイ、土屋が先に行きました。そして高井です。バンダイ追っていきます。前半の9分に1点を取っています。ギャン4に仙台が1点をリードですが、もう18分が回っています。もちろん1点を取った仙台がこの立ち上がりいい感じではいってるんですが、まあ、そういう解釈でいいわけですよね。やっぱり両チームちょっと比較すると、はい、あの仙台の選手のものはやっぱり運動量、あとやっぱり普段通りの硬さのないようなプレーとか、まあ、それが本当にこう、 うまく組織的に出てるんで、ちょっとベルディの選手はやりづらいというか、ちょっと対応は苦労してますね。なるほど。飯尾から落として服部、そして大野、大野からディエゴ、まだエリアの中に入っていませんが、今平山が入っていきました。ディエゴからもう一回振っていきます。さあここでチャンスなんか、復帰から落として張って上げた、そして中にボール入りますがクリアボール、おー、取りました、いい守備だった。そしてここはバンダイを狙っていきました。バンダイから
クロス一本入る。おーっと向かって中島打ったんですが、シュートは届きません。いやうまく合いましたけどね。おっとここはガツンという音が出そうな北にと、そしてディエゴなんですが、カードは出ませんが、北にのもう体を張ったというか頭を張ったプレーになりました。まあそこ止めさすとね、もう2人でやられますけども、はい、まあ、その前のでも仙台のこの攻撃ね、リャン4にからまずバンダイの動き出しよかって、リャンのサポートも早いし、まあ、最後フィニッシュがちょっと惜しかったですけどね、はい、それとチャンスを作ったので、ね、中島の右へのやっぱりボールからですよね。でバンダイが行ったわけですからね、まあ、ディフェンスも非常に良かったし、カウンターは非常にやっぱり早いし、正確ですよね。持ち監督は念入りにこの約束事をチェックしたという話をしています。まあ、当然約束事は何かは言えないがということなんですが、まあ、おそらくその約束事がうまくいっているというこの前半でしょう。立ち上がり広山カイプが参りますが、中に入れたとディエゴが入ってきますが、広山あっとここはダメです。そして多く蹴り出しました。いや仙台の時は集中しています。ここはファールなしですね。ファールありません。さあここはベルディチャンスか。大きなブーイングは仙台のサポーター。さあまだチャンスはあるか。ディエゴまだ倒れていますが、ボールは出しますか。難しいところですが出しましたね。まあフェアプレーということであるんですが、バンダイですかね、倒れています。そうですね、バンダイ選手です、はい、ここですね、ちょっと肘がね入ったんですね。頭入ったんですけど、富様、ただベルディがこの時間帯まで、はい、多分あんまりシュート打ってないと思うんですけど、まあ、点も大体取ってる時間だし、逆にシュートがまだ打てないっていうのはちょっと選手がやってるうちにね、はい、焦りとかやっぱり普段と違うっていうなんか違和感感じるんで、ちょっとシュートぐらいはちょっと一本打ちたいですけどね、そしてここはキーマンに戻されました。上田さん、はい、ラモス監督もやはり選手たちに落ち着いていこうと何度も声をかけています。服部、このフォーバックが右から貝本、土屋、今持ったのは富澤、今日スタメンです。そして左の服部になりますが、長いボール、これもちょっと危ない。おーっと、ボールで中島いった。中島持つ、バンダイ入っていった。さあ中島どうする。それを今もらいに関地行きますが、ボール入って土屋クリア。中島がいいんですよね。まあ本当にタイミングいいですね、動き出しのね。で中島とバンダイのコンビというのは非常に今機能してますよね、うん、さあここはまた菅井が来ました。菅井もディフェンダーですが、右サイドバックが6点を取っている今シーズンです。ちょっと狭いところですが、ハットリから前線フィード、これをまた千葉が取ります。そして土屋が行きますが、これもこぼれ球、ここも仙台か。ビディ取った、復帰、ああ囲まれて、そしてリャン4人、ヤン4から左を持ってきました。関内が行きます。ドリブル突破も非常に機能しますし、そのドリブルでボールを持つ関内行く、ドス狙ってシュート、いいですね。ただ21歳です、東京出身の関内です。171センチの記録は帝京高校の出身です。まあ要は運動量が高いっていうのは、何にその運動量を使うかですよね、はい、で仙台の場合そういう1人を持った時の周りのサポートが非常に速いんで、全体のスピード感っていうのを感じますし、まあ、それがフィニッシュにつながると。ベルディはちょっとやっぱり動き出しがないんで、ドリブルでスタートしたり足元でちょっとためを作るっていう、はい、まあ、嫌なための時間がちょっと増えてるっていうのがやってる選手は混乱というかね、なるほど、違和感感じてるでしょうね、はい、そして今ジューバー大きな声出して、そして今ラモス監督と目があったんですが、何かを監督に必死でアピールしてるんですよ ね、どうにかしてくれというような感じで、ディエゴ選手、後ろの選手もここで欲しいとかかなり要求を出しています。なるほど、この辺は当然ですがイライラが募ってるんですよね。まあストレスはね、これだけちょっといつもよりポジションが違うところでプレーしてるとね、はい、復帰から横へ振って貝本が待っています。貝本右サイドバックです。そして貝本から広山に落としていきました。広山中にクロス1本、ディエゴ関口前出します。バンダイが待っていますが、もう一回菅原復帰ここなんですよね。狙うシュートになりました。30m ありますが打っていきました。
まあ、フィッキーがあれば川勝さんシュートが欲しいんですよね。いや、 やっぱりね、自分のやっぱり一番のプレーっていうのが、はい、この時間帯までほとんどプレーできてないんで、まあ、でもそれはベルディの選手がサポーターが遅いんじゃなくて、逆に言えば仙台の選手が攻撃で非常にこうダメージを与えているんで、何人かのベルディの選手はちょっとディフェンスの意識が強くなりすぎて、攻めの時になかなかポジション早く取れないとか、はい、そういう消極性が出てますよね。こぼれていますが、これはタッチラインです。ということはこのゲームに際し両チームともにやっぱり自分たちのサッカーをしたいという話だったんですが、今できているのはじゃあ仙台なわけですね。そうですね、で仙台の良さというのがベルディのやっぱり攻撃の強さというのをだいぶこう消しているというかね、はい、特に後ろ中盤の選手には負担が相当大きいでしょうね。仙台の失点率は、まあ、1試合 1.11 になります。もちろんこれはリーグの第3位になります。それとこのところの36節から見ると仙台は8勝2分ける1敗という1つしか負けていません。この11試合の中で失点がわずかに4なんです。まあ、得点も13と少ないんですが失点がわずか4しかありません。それほどこの守備がいいという数字は出ています。おっとコーナーフラッグ折れましたか。まあ、一方のベルディは、まあ、その36節を見ると12試合ですが10勝2分けになります。29点を取っています。失点は9です。まあ、ですがお互いにこの、まあ、好調時36節からなんですが、まあ、失点は1試合、まあ、1点はないという計算になります。まあ、ちょっとね、はい、多分リーグはもっと前後ろの選手に近づいてほしいと、要はサポート含めて、はい、でも後ろの選手中盤もやっぱりバンタイとか中島のやっぱ後輩のいい動きにボールが合ってるんで、ちょっと出づらいんですよね。なるほど。だからややもしたらディエゴの後ろの選手は復帰になってますもんね今ね。まあやっぱりそういうので少しためを作って何人かの選手を移動させる時間を作らないとダメなんですけど、まあ、そこにいいディフェンスをまた受けてるんで、はい、結構ボールを失う時間回数もちょっと多いですよね。26分が過ぎています。土屋、そしてディエゴを狙ったボールなんですがここは北に、そしてリャン・ヨンに菅井がいます。そして千葉には当たらずにここは服部でした。大野ディエゴ、逆に今平山が釣っていきますが、その平山を狙っていきますが平山には届かないか。磯崎間に合って、あっとカットした貝本、さあチャンスか。貝本からクロスが一歩入っていくがキーパー林が取りました。広島あるいは札幌でもプレーしております。札幌で復帰と同じでした。アンダー20から23までは各カテゴリーの代表プレーヤーであります。ちょっと今ね、ディエゴから平山に出たボールの時に平山の動きみたいなところがベルディでちょっと少ないんですよ。みんなやっぱり止まるか足元に受けたがるんで、はい、仙台の組織力からすると非常にこう捕まえやすいと、やっぱりちょっとやっぱ違う動きとかボールから逃げる離れるっていうのの引き出しがないと、はい、こういう流れでなかなかこうボールは動かないと思いますけどね。復帰の表情が映し出されますが、復帰もおそらくイデアは溜まってきています。復帰そしてディオが今話し合っています。ハガさん、はい、雨はもうほとんど止みました。あ、そうですか。はい、はい、上空も多少明るくなっています。ただ常に正面には火が入っています。まあ、でも復帰のストレスがね、ハードで出ないカウントにならないように、はい、できる限り周りの選手のやっぱり運動量とか質、もうちょっとこう上げる変えていかないと、はい、まあ、カードの危険性もありますよね。今日含めて残り3試合です。ディエゴがカードをもらってしまうと2試合の停止になります。ということはもう愛媛そしてセレッソ戦は出ることはできないという今シーズンが終わってしまいます。菅原から右へ広山から貝本クロス上げてディエゴを待って復帰を待っています。まあ、今ディエゴがね相当深い、ボランチの位置で今ちょっと、まあ、文句言ってますけども、あの位置まで下がるということは要は後ろのビルドアップ全くできてないんで、あそこに自分が戻ってボールを動かすと、はい、である程度こうバリエーションを作っていこうという、まあ、その段階で自分が今度飛ばされてああいう終わり方をすると、またそれに対してのストレスがかかるんですよね。そうですよね。お
ちろん復帰一人で点が取れる選手なんですが、ただ今日の場合は本当に復帰への対応、この守備というのは非常に鮮度がいいわけですよね。まあ、単発でもカウンターのやっぱりこう威力があるし、あと全体の動き直しも非常に早いんで、やっぱ復帰が自由に使えるスペースとかいいフォームでボールを受ける瞬間がちょっと少ない。上野さん、試合前に望月監督が、まあ、最近復帰が非常に冷静だという話を、まあ、周りの記者さんがした時に、今日はそうはいかないよという話をしていたんですね。まさにもうその通りになってますよね。ということは望月采配が非常にうまくいっているということも分かりませんが、飯尾が持っています。飯尾から大野、ディエゴ、大野、しかし飯尾がいますがフラッグが上っています。オフサイドフラッグ、ここは飯尾が戻りオフサイドになりました。まあでもああいう時も最終ラインのラインコントロールね、あのボールをずっと見る、傍観するんじゃなくて結構まめにこう動かしてるんで、ああいうオフサイドも取れやすいし、はい、まあ、その辺のやっぱり集中と連動性とか組織力はうまく出てますよね。30分が過ぎています。残り15分です。この前半です。前半の9分にヤン・ヨンギが点を取っています。仙台が1点リード。復帰、ディエゴ、復帰、さあこの形がいいんですが、ディエゴ、あーっと北にありました。そして千葉です。関口前へ出してバンダイが待っています。中島、バンダイが行きます。ここは中島、中島から関口が左へ行った。あと役を取ろうとしたんですが、ここは捕まりました。大野から菅原です。今菅原がいい守備を見せました。広山、復帰、復帰はアートサイドフラッグ、ここいたじゃないかという復帰ですが、まあ、こういう積み重ね、ただ冷静にやっていきたいということになります。まあ、でも今みたいに、はい、ボールを奪ってから非常に速い展開というのがベルディちょっと今必要ですし、はい、でその時のディエゴ復帰を越す選手とかもしくはワイドにうまく張って、少しスピードを生かさないとちょっと変化つかないですよね。はい、バンダイこぼれて、ここは中島いますがキーパー高い取りました。望月監督もずっと前出っ放しです。かなり指示を出します。一方ラモス監督は腕組み前に出ています。まあ、それほど今日のゲームは両チームにとっても非常に大事なゲームです。8点で今5度下がりますが、実際には仙台が1試合少ない44試合、まあ、1試合少ない分勝ったとすれば2の差です。まあ、2と考えたら仙台勝てば逆転になります。ですが仙台からは残りあと4試合を全部勝てばこれ自動昇格になるわけですよね。まあ、やっぱりね、で一番大事なのは今1点リードしてますけども、はい、やっぱり点を取りに行くっていうリアリティのある動きしないと、はい、ベルディの選手にこうダメージを与えることできないんで、バンダイ中島のやっぱりこれからのプレーとかあと運動量って非常にやっぱり重要ですよね。はい、もちろんベルディだって今日勝てばその昇格に王手がかかります。まあ、そういった両チームともに非常にこの大事なゲームです。49節です。飛んでここは勝っています。バンダイ、バンダイは高さもあります。184センチあります。まあ、こういったポストプレーを、まあ、できる選手です。土屋も競っていますが、土屋も強い選手なんですが、やっぱりバンダイの方が高いんですよね。まあ、あの辺大体いい勝負してますけど、まあ、どっちにしろやっぱりこういう時に次のプレーの予測を立てる選手が自分たちのチームに何人いるかというのは大きいですよね。監督、その後方にはご覧のような形、まあ、スタンド右サイドになりますが、仙台のサポーター、まあ、サポーターの数は仙台の方が上回っているような感じがあります。キーパー林、復帰が来ました。林が持ちます。まあ、21節に追加、そして、32節からずっとスタメンで起用されていますこの林です。北に、そして林、林の加入、そして岡山の加入がもちろんこの勇気を与えています。まあ、でも仙台の、ね、はい、中盤の選手見てると、ベルディの中盤の選手の距離感を空けないようにしているというのはまず一ついいんですよね。はい、あそこで自由にプレーさせていいボールを前の選手に入れさせないという、で逆に中盤に入らなかった時の最終ラインにこうできるだけ密着するようなポジションも非常に取るのは早いと、まあ、この辺のトルの高さというのは非常に効いてますよね。貝本が行きました。貝本中に入っていく貝本、しかしギャン4にうまく対応、おっとここはファールですか。貝本です。まあ、倒されたのは岡山なんですが、多分触ってないと、貝本はね、
まあ、訴えたんですが、まあ、とりあえずは近い人となりますが、まあ、副審の中井さんからファーということになりました。望月監督です。静岡の出身です。63年の生まれ、オランダでも、まあ、プレー経験を持っています。まあ、日本ではヤマハ発動機になりますが、その後、まあ、岩田、福岡、湘南、まあ、この辺で指導者として、まあ、再開を振っています。さあここはイーヨンが行きました。チャンスがイーヨンから復帰、復帰持つ中に入っている、復帰、復帰シュートはよーっと林が弾いてディエゴがいました。広山を見ました。すごいですね。あれ今角度全くないんですよね。ああいう風にここから狙ってんですよね。これだからああいう風に漏れてこないんですよね普通は。やっぱり強すぎるんで、キーパーが前に弾けないぐらいのある程度の強さというか回転がかかってるんですよね。あの草津戦の1点ともこれ角度ないところから取った1点でした。さあコーナーキックになります。ベルディこれが初のコーナーです。このゲーム服部左足、さあボールが入る、速いボールが行く、どうだ、キーパーパンチング、そしてここも出しています。ここから今中島待っています。中島速いぞ、ボールを取って復帰へ行った、復帰行った、中島持つ、中島持った、復帰を追っていく、ここは面白い、あっと抑えてしまった、カードか、あー復帰にとうとう出てしまった。いやでもね今ね、中島に最初に出たカウンターになる起点のところを潰すかボールを奪うかどっちかなんですよね。誰ができないからフッチがあそこまで戻って今カードもらって、やっぱり最初のところを潰すために最終ラインの選手は何人か、それがあればフッチはこういうプレーはないわけですもんね。まあ、逆に言えば中島も見事ですけどね。ヤンヨンにクロスが入る、ディエゴのクリア、もう一回返ってきた、広山持った、そしてもう一回ヤンヨンです。復帰にとうとう出てしまったという今言葉を発してしまったんですが、考えたらあの京都戦が9月の26です。この日に実は3枚目をもらったんですが、その後2、4、6試合ずっと我慢もしてきたんですが、とうとう出てしまいました。まあ、したがって復帰はこれが4枚目、停止が2試合ということになります。痛いですね。まあ仙台もバンダイがもらって、ベルディも得点源の復帰をもらってと、まあ、でも切り替えてゲームの中で例えばもう本当にストレスでそのまま2枚目もらったら退場ですから、そういうことがないように今ラモス監督も相当抑えてますけども、そうでしょうね。これはだから言葉の通じる平山さんにも一言二言言いたいところですよね。落ち着いていこうというね。まあ、ディエゴ復帰のストレスは相当大きいですよね。そうですよね。西太平変わらずです。そしてラモス監督が今映りますが、おそらくラモス監督は今日のゲームここまではうまくいってないという気持ちはあるはずです。37分が過ぎています。土屋が今立ち上がっていますが、まだ足を引きずっています。したがってバンダイがボールを返しました。キーパー高いからここからベルディの攻めになっていきます。土屋足を今引きずっていますが大丈夫かな。まあ、土屋もイエローカード1枚もらってしまっています。ちょっと土屋心配ですよ ね。長いボールは復帰です。ここもしかし仙台か、長いきますが面白い、広山、さあディエゴ、ディエゴ狙ってシュート、ディエゴ復帰のシュートありますが色も遠い位置になります。まあ、確かに今言われた通り遠い位置なんですよね。威力は相当ありますけども、ペナルティの中進入できないとか、あの近辺まで行くっていうのがなかなか今日のベルディちょっと難しいと。はい、まあ、仙台のディフェンスもいいし、ベルディの選手の動き出しの位置が相当深いんで、はい、ちょっと厚みのある攻めとかいつものバリエーションというのは効かないですよね。そうですね。あっとここもつながげないか、菅井が行って中島、間を割っていきますが、ここはキーパー高いやりました。中島が今日は非常に厄介な選手になってますね。まあ、中島バンダイというのは長い距離をいいタイミングで本当にいいコース取りで飛び出せると、はい、ちょっとでもやっぱ土屋が足をそうです、ね、そうだずっと引きずってますよね。ベンチでもですね、柱谷コーチがちょっと立ち上がりまして、はい、一柳選手の様子など今この様子見ています。今日はディフェンダーは一柳が入っています。その他は永井秀樹お兄さんの方です。そして柴崎修馬です。
その土屋に行きます。ここは飛んで、そして永井がいます。弟の方です。32歳の永井、回って割っていこうというプロファウルになりました。一柳が今スタンバイです。ここもボールを取ります。関内から中に永井が行きますが、ちょっと流れています。そして今の、見逃してたってしまうかな、まあ、今のは当たったんですよ。当たってます、はい、なるほど。じゃあしょうがないですね、これはね、はい、はい、長いバンダイがいますが、土屋、あ、ちょっと痛そうな感じありますね。前半もうちょっとで終わるんで、はい、そこまで引っ張ると思いますけどね。あと5分です。ヤン・ヨンギクロスが入る、飛び込むシュート、いや、関口ですね。まあ、全体で仙台の方が運べてるんで、周りの選手のペナルティに入るそういう枚数っていうのも用意できるし、入れるタイミングと入るタイミングも非常に合ってるんでね、やっぱりこの辺はちょっと怖いですよね。この盛り上がり方です。今日はバス26台、それからまあ新幹線が朝6時台はまあほとんど満席だったそうですが、まあ、ほとんどはこの仙台のサポーターだったそうです。それほど今日のゲームの位置づけ、ものすごく大きな意味を持っています。ヤン・ヨンギの1点が前半の9分でした。仙台が1点リード。今シーズンが4年目というこのヤン・ヨンギです。これで復帰です。持っていく、どうだ、入れないか、おーっと復帰いった、シュートはどうだ、ガーッとサイドネット、いや助かりましたね。危なかった仙台、しかし復帰はここは行きました。ちょっと仙台も枚数は多かった、そして一旦は白いのが見えたんですが、ちょっとバタつきがありました。ちょっとね、クリアをできるだけタッチということで味方に当てたと思うんですけども、危険ですよね。うわ、角度なかった。これ4枚いってるんですかね。で、菅井の足に当たってもう目の行きましたが、これ林はちょっとドキッとしたでしょう。まあ、セーフティーにコーナーというのはちょっと嫌だったんでしょうね。平山復帰、おっとここは岡山いました。ディエゴ、うまく体入れた、さあディエゴ持った、ディエゴから菅原、復帰取れない、で前線に出してバンダイ、バンダイから菅井が上がっていきますが、ここをね、潰せないときついんですよね。で、大野あたりがあの辺もっと潰していかないと、結局ここまでこう入ってこられるとまた作り直しで、はい、そうですね、で逆にヴェルディのフックとかディエゴが結構潰されてるんで、序盤からちょっとストレスが抱えてプレーしてると、ある意味やっぱりこう陣地争いでもあるわけですもんね。やっぱりね、前の起点を潰すっていうのは当然ミーティングでも要求されてるんで、あの辺で見るディフェンスか、要は潰す、奪うっていう、その辺のやっぱ優先順位ちょっとしっかりした方がいいですよね。42分が回っています。まもなく43分になろうとしています。菅井からボールが入っていきますが、ここは富澤カット。富澤は2005年は仙台でプレーをしていました。まあ、過去は過去、とにかく今未来に向かって突き進むんだという富澤です。まあ、ただこういう大事なゲームで仙台戦というのは非常にタイミングいいですねという話です。富澤、大野からもう1回富澤です。前節は戸川が出ていたんですが、ちょっとこうミスがありました。今日は富澤入っています。貝本、広山、広山ボールは出ていますがスローイン、貝本が入れます。菅原、さあここから富澤から左へ飯尾へ持っていきました。飯尾からディエゴ、服部、2人で囲んでいます。そして結局は北に前線にボールを出して、ここもボールを取ります。バンダイ、バンダイ、関口、関口、あっとこれ、あ、出ていない、出ていない、関口、バンダイが中には入った。長島がいる、東一が今中に待っている。さあどうだ、中に入れて飛び込めない。
ここからね、はい、ベルでもきつくてもここからもう一度ちょっと上げた方がいいんですよね。復帰からいいようで復帰入った、復帰いった、下に行く、ボールは出ない、復帰まだある、いいよからディエゴ、さあチャンスは広山、菅原、いいよ、44分が過ぎたらまもなく45分になります。服部上げる、どうだ、林パンチング、菅原、復帰、菅原、広山、ディエゴ中で入った、ディエゴ待っています、貝本、貝本、あーっとボールはそれた、これは結局は触っていません。そして今45分が過ぎました、アディショナルタイムは2分です、約2分取ります。まあでもキーパーのやっぱり林、はい、安定感あるというかね、横から出るボールに対しての、本当にこうポジション、まあ、最短でうまくいってるんでね、はい、やっぱりこの辺もやっぱりこう全体が任せられる、別の仕事にちゃんとできるという、いい風にやっぱり回ってますよね。6月の14日から来年の1月の31日までの期限付きの移籍になります、札幌からです。時間はなくなっていますが、あっとここも仙台のボールになります。ちょっとディエゴもイライラしてるから、してますね、これもらったらまた ね、ディエゴもし今日もらってしまうと2試合停止になってしまいます。ですが今日はこのディエゴ、そして復帰の苛立ちが非常に目立ってきます。これボール変えますか。変えますね、まあ、でもベルディ1点しかリードされてないんですけど、はい、いつも前半でいい形でリードできるんで、はい、なんか見てると焦りがなんかこう1点差以上の重みがあるというかね、なるほど、この辺のちょっと落ち着きをハーフタイム使ってうまくこう戻したいですよね。北人から万代こぼれています。そして菅原、ここは岡山手を挙げました、岡山から前出していく、そして中島動いたが土屋です、ボールを置いています。そして中島行きますが貝本前に出します。そして復帰は待っている、さあ復帰は持った、面白いぞ、復帰持った、復帰持った、復帰、復帰か、平山復帰、さあゴール前にグッディエゴとクリア、最後サイドクリアです。いやーダメだったかという表情のラモス監督、いい展開でした。時間はなくなっています、アディショナルタイムが2分です、その2分が過ぎています。さあ貝本が入れます、ベルディロングスロー、どこへ持っていく、復帰の頭か、その前で処理されました、こぼれていません、またドダン狙うシュート、服部左足はボールを置いてしまいました。もう時間はありません、1対0、前半の9分のヤン・ヨミの1点、仙台1点リード、ラモス監督1点をリードされています。時間はありません、大きな歓声がこのアディノモトスタジアム、第2位のベルディ、第3位のベガルタ、大きな一戦はベガルタの1点リードです。ほとんどもう時間はなくなっています。中島行きます、中島持ちました、中島から永井が行きますが、中島、そしてボールは今ベルディが中島、ディエゴ、ディエゴ、復帰、ディエゴ、復帰、あっとしかしボールは出ました、もう時間はありません。そして今笛が鳴りました、前半を終了します、前半を終了します、1対0という9分のリャン・ヨンミの1点、仙台の先制点でした。いやー川勝さん、はい、まあ、前半見る限りやっぱり仙台のペースだったわけですよね、まあ、やっぱりね、大一番の選手の表情、運動量見てても仙台の選手の方が普段通りのプレーできてるなとですね、まあ、ディエゴ、そしてこの復帰の2人が多少苛立ちは持っていますが、まあ、このハーフタイムは挟んでやはり冷静なプレーを、まあ、後半に向けてしたいということになります。まあ、大きな一戦です、2位のベルディ、そしてこの3位の仙台ですが、前半を終了しました、ヤン・ヨミの1点は仙台が、まあ、1点をリードという、この前半終わって仙台が優位に立っています。仙台ベルディ1対0、仙台のリード、この放送は味の素スタジアムからお送りしています。地上最強クラブを決める戦い、
絶対王者へ、トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップ、チケット絶賛発売中。欧州サッカーファンの皆さん、セリエ A、プレミアリーグなど各国リーグの試合の見どころを紹介する欧州サッカープレビュー番組、毎週迎えるのは超豪華ゲストたち。注目のビッグマッチはもちろん、その他さまざまなチームや選手にもスポットを当てた幅広い情報が満載。週末の試合を楽しみたい方の心強い味方、エフゾーン、企業の夜を見逃すな。2007メジャーリーグベースボール、スカパーならシーズンオフでもボールパークの激闘をお届け。MLB 史上に三冠と輝くマイルストーン達成の感動シーンや日本人プレイヤーの活躍を中心に、よりすぐりの好ゲームを放送いたします。 2007MLB スペシャルアンコールであの興奮をもう一度。詳しいお問い合わせはカスタマーセンターまで。ここまでの放送は日清トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップの提供でお送りいたしました。前半を終了してベガルタ仙台が1点をリードしています。この後はクラブ応援コーナーをお送りします。こんばんは、リポーターの高木清香です。ベルディ応援コーナーをお送りしていきます。今回はベレーザ情報をお伝えします。まずはベレーザの大野選手と金賀選手が夢先生として授業を行った様子からご覧ください。どうぞ。10月30日、渋谷区立本町小学校で行われた JFA 心のプロジェクトにベレーザから大野選手と金賀選手が参加。体育館の実技の授業ではゲームを通じてチームワークの大切さを教えました。最後にボールを使ったテクニックを披露すると生徒たちは大喜び。さらに場所を変えての教室の授業では教壇に立ち体験談を交えながら夢を持ち目標に向かって生きていくことの大切さを教えました。一生懸命自分の夢を考える子どもたち、最後にみんなの前で自分の夢を発表して授業は終了。子どもたちにとって忘れられない授業となりました。さて先生を終えた感想は。可愛かったです。本当目キラキラして話聞いてくれてたんで、それには本当にちょっと自分もキラキラしようかなと思いましたけどちょっとできませんでしたはい、大野選手、金賀選手、お疲れ様でした。これからもベルディ、ベレーザの選手たちはこのプロジェクトに積極的に参加していくそうです。楽しみですよね。さて今度はベルディからのお知らせです。ベルディでは現在ベルディの J1 復帰へ緑の翼5万羽キャンペーンを行います。このキャンペーンはサポーターの皆さんに J1 復帰への熱い思いを込めて緑の翼としてこの折り鶴を折っていただくことで選手に力を与えてもらおうというものなんです。皆さんに折っていただいた緑の翼は5万羽を集めることを目標としていまして、11月25日のホーム最終戦愛媛 FC 戦でスタジアムを彩る予定です。今日このアジスタでも持ち込みを受け付けているんですが、郵便、宅配便などによるクラブハウスへの送付、さらにクラブハウスへの直接の持ち込みも受け付けています。詳しくはご覧のホームページまでご確認ください。 J1 復帰を目指すベルディのホーム最終戦、みんなで盛り上げていきましょう。さあそのホーム最終戦のお知らせはこの選手からいただきました。誰でしょう。次回のホームゲームは11月25日日曜日午後1時より、ここ味の素スタジアムで愛媛戦が行われます。ホーム最終戦となっております。しっかりと J1 昇格に向けて戦いますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、高木選手ありがとうございました。
さて最後に明日11日はヴェルディが参加するイベントがたくさんあります。選手のサイン会もある日野市産業祭りや立川市秋の楽市、そしてトライアスロンチームが参加する狛江わんぱく駅伝と3カ所で行われるそうです。こちらの方にも皆さんぜひ参加してください。以上クラブ応援コーナーでした。我が家もそろそろホームセキュリティとお考えでしたら、お手頃価格で簡単設置、アイリスオーヤマのワイヤレスセキュリティシステム。ご自宅に異常が発生すると振動センサーと人感センサーが反応、警報アラームを鳴らすと同時にあなたの携帯にすぐお知らせ。誰だ、通報するぞ。今すぐ始めるホームセキュリティ、アイリスオーヤマから。この後はお知らせを挟んで前半のハイライトです。ここからの放送はドガッチの提供でお送りいたします。いまだかつて誰も足を踏み入れたことのないその頂上に今日人類が初めてたどり着きます。いよいよ、いよいよです。ついに頂上が見えてきました。頑張れ古川、もう少しだ。あ、カメラこっちです。古川さん、どうしました？古川どうしたんでしょう。あと一歩なんですが。体力の限界ですかね。さあドガッチへアクセス。衛星 CM55 インターネットで全国 CM を買いませんか。驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意しナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき売上アップ。衛星 CM55、 詳しくはウェブへ。CM 決まったわよ、スカパーの E2。 おーすげえ。で、E2 って何ですか？E2 っていうのはイージーエントリーとイージーエンターテイメントの略。デジタルテレビに入ってて簡単に見られる多チャンネル放送のことなのね。スカパーおすすめの69チャンネルが今すぐ楽しめるってわけよ。例えば映画とかスポーツとかバラエティとか他では見られないコンテンツがたくさんあって。聞いてんの？デジタルテレビで E2 by スカパー、16日間無料。電話します。アニロモトスタジアムは東京ヴェルディ1969とそしてベガルタ仙台というこの両チームの対戦です。まあ、J1 昇格争いというこの大きな一戦です。このゲーム解説が川勝良一さん、リポーター高木京香、実況上野明でお伝えしています。まあ、雨が降ったりやんだりの状況ではあるんですが、まあ、1対0という前半でした。仙台リード。さあそれではその前半を振り返っていきましょう。見どころもたくさんあった今日のゲームなんですが、まずはこのシーンです。これがバンダイが詰めて、確かにあのスリッピーなところもありました。滑ったんですが結局はイエローカード3枚目、4枚目、2試合停止になります。しかしここです。これが第4の1点、前半の9分でした。高橋さん、はい、立ち上がりからやっぱり非常にいいペースでいったわけですね、仙台は。まあ、非常にね、運動量が要はその質があるというかね、はい、タイミングが合ってると思う。まあ、それが本当に点にもつながりましたよね。一方のこのヴェルディの方なんですが、これがその、まあ、復帰の遠い位置からのシュート、あまりうまくいかなかったと見ていいんでしょうかね。ちょっと前の2人と後ろが離れてましたよね。はい、でこのシーンがなんか、ね、あの途中高橋さんの話があったように後ろがうまく機能していれば抑えられる、それを結局復帰がいかなきゃいけなくなった。その復帰はもらってイエローカード4枚目、2試合停止になります。痛いですよね。でここはこれも復帰でした。カップだと打っていきます。
したがってバンダイ、そしてこの復帰がそれぞれイエローカードをもらってしまったということになりますが、さあこれが前半のスタッツです。シュートの数がヴェルディの5本に仙台の4本です。でコーナーキックが1本ずつで、フリーキックでこのイエローカードなんですが、まあ、復帰が非常に痛いと一つもらいました。広山、土屋、この2人ももらっていますというところで、まあ、前半は1対0で仙台の1点リードです。ベルディの V なのか、あるいはベガルタの V なのか、まあ、どちらがその勝利を手にするかという、まあ、この大きな一戦、まあ、とにかく J1 の昇格をかけています。まあ、今日ベルディが勝てば、まあ、これで王手をかけます。一方のこの仙台の方は残された4試合を全て勝てばその昇格が決まります。まあ、ですから共にマストウィン絶対に負けられないという今日のゲームになりますが、前半はリャン・ヨンギの1点で9分でした。まあ、1対0とリードを奪っている仙台です。東京ブリティッシュ96エンジンを組んで、そして今そのエンジンが解き放たれました。それぞれの選手が今守備に散っていきますが、土屋も前半はちょっと足を引きずっていたんですが、どうやら大丈夫なようです。一方はベガルタ仙台です。まあ、ちょっと気になるのは、あのベルディの中盤の選手が前と離れているのがディフェンスの負担もあるんですけども、例えばボランチ2人がこう下がった時なんか、飯尾広山がもうちょっと中に入って厚みを作るとか、ベガルタの方はその辺でこう前の2人と中盤が離れないというかね、必要な時の距離感が非常にいいんでね、この辺のやっぱり長い距離じゃない短い距離でも質を上げるような、それちょっと動きの変化が入ってくれば前の2人もうちょっと生きるんですけどね。さあ仙台のキックオフです。バンダイが一旦下げました。さあここからその仙台が攻め上がろうという、千葉から一旦左にボールが渡ります。まし合って今、まあ、川勝さんの話が出たように、まあ、後半の一つのポイントはその辺にあるか分かりません。ですからいかにこのベルディが後半のスタート時点でそういった流れを取れるかどうかになりますが、まあ、当然このハーフタイムを挟んで気持ちの方はまたリフレッシュをして上がってきているはずです。やっぱり冷静にいきたいですよね。まあ、冷静にと、やっぱりこうまず手が来なくても攻撃の形を例えばいくつか作っていくとか、まあ、自分たちで自分たちをこう乗せていくようなね、そういうプレーがちょっと欲しいですね。バンダイ18番です。そして中島13番にボールは通らない。ここはディエゴを取りました。ディエゴからイーヨ、そして中にオードです。というのはこのオード、菅原、この辺のボランチの選手も大事なわけですよね。その辺の運動量ですよね。そして右の広山、貝本がオーバーラップ。18番貝本、ここも詰めていきました。そして最後は岡山から前線にフィードされますが、土が待っています。そしてボールは出てしまいました。スローインは仙台です。だから今ちょっとね、大野が意識的に菅原より前の位置取ってるんですよね。でそういう位置取るとディエゴとかが相当助かると、落としどころがまあ非常に近いしね、でそういう厚みが攻めの時にどんどん出てくればディエゴ復帰というのはもうちょっと前でプレーできますからね。それが当然ラモス監督からは出てるわけですよね。まあハーフタイムで言ってると思いますね。ディエゴ、そして左服部がゆっくり上がっていきます。イーオー、イーオー、菅井が行っていますが、イーオークロスが上がりますがこぼれています。しかしクリアになりました。まだあります。菅原、服部、後半メンバーのことはありません。ここは大野が行きました。まあ、しかし千葉です。そしてここからまた前線にフィードされますが、菅原カットです。服部、ラモス監督もサイドを変えろというシーンなんですが、左サイドから攻めていきます。復帰持つ、あっと倒されました。千葉です。そして復帰です。まあでもね、やっぱり立ち上がり大野はああやって前線まで飛び出すというのは前半なかったんで、こういう選手が飛び出すとやっぱりそこに仙台の選手も釣られるんで、クッキーデーグのマークとかスペースってちょっと広くなりますから、まあ、そういうの続けるべきでしょうね。そのオードが今釣りますが、今シーズンは3点を取っています。まあ、オフェンシブなこのボランチの選手になります。まあ、メンバーの交代はありません。このベルディはキーパー高井です。そしてディフェンダー貝本、土屋、富澤、服部、中盤菅原、オード、ボランチ、中盤の右が広山、左にイオです。そしてリオがいて、まあ、前に復帰ということになります。
一方の仙台もメンバー交代なしです。キーパー林です。ディフェンダー右から菅井、北に岡山、石崎です。中盤には永井と千葉のボランチ、右に関、左がリアン・ヨンギです。そしてバンダイと中島というこの2トップになります。まあ、復帰がとにかくこのゲーム、まあ、点を取れば J2 リーグでの、まあ、得点最多得点記録になりますが、こぼれていますが、この辺の守備もリアン・ヨンギです。そして前線中島を走らせます。今ジュニーニョの2004年の、まあ、37点と並んでいるわけですが、復帰から言えばもう残り2試合は停止ということになってしまいますから、今日点を取ればまあ、もちろんこれ更新ということになりますが、もし取れないと37、まあ、タイ記録で終わってしまいます。ディエゴ、服部、縦に入っていきますが、ここは左からボールが出ました。おっと、ここは中島行きますが、13番の中島、まあ、でもね、はい、バンダイ、長嶋2人だけでとりあえずここまでボールを運べるっていうかね、こういうのは後ろの選手も相当助かるし、お互いのやっぱこうプレー何をこう狙ってるかという非常にこうお互いよく分かってるんで、まあ、サポートの人数はいなくても形はある程度組み立てうまくいってるっていうのはそれは大きいですよね。はい、両監督のハーフタイムの指示が入ってきました。はい、お伝えします。まずホームの東京ヴェルディ1969ラモス監督、セカンドボールをしっかり拾おう、そしてラストパスの精度を高めようという指示です。あ、さらにもっとサイドから仕掛けようという指示も出ました。はい、まあ、もちろん川勝さん、はい、いろんなことを言いたいという前半だったと思うんですよね。まあ、でも明確にね、はい、サイドのこともそうですけども、うん、セカンドボール要はその仙台の選手の方が予測とか、ね、体も動いてるし、前半ですがその辺でも明らかだったわけで、やっぱり中盤という意味でも仙台の方が支配しているわけですよね。まあ、ポゼッションのうちのいくつかというのは50のボールどっちが取るかというのは非常に重要なんでね、まあ、その辺で仙台の選手の方が出足は前半相当良かったですよね。まあ、そしてまあサイドを使おうということになりますが、さあ復帰が飛びます。そしてこぼれていますが、ここもまた仙台か、そして服部が行きました。服部からボールが出てきますが、ここもクリアになります。一方の高橋さん、仙台はどうでしょうかね。見慣れた仙台、望月監督です。前半は集中した試合運びができたと、後半も同じように入っていこう、そして相手フォワード2人のマークをもう一度確認しようという話が出たようです。なるほど。これはですから今望月監督が映りますが、まあ、そういった意味では前半はまあ、いろんなこう秘策等もあったという話は出ていたんですが、まあ、いいゲームになったわけですよね。まあ、秘策イコールいつも通りなんですけどね、でそれが本当に一番大変なんですよ、こういうゲームでね、やっぱり大きいゲームで選手も相当緊張するし、その時にいつも通りのプレーをするようにできるだけその環境作りとか、あまりプレッシャーかけないようなミーティングの内容とか、まあ、そういうのでうまく送り出してるんで、前半の45分というのは狙い通りだと思いますけどね。そして今ディエゴとの接触だったんですが、リャン・ヨンギですよね。ここで足をちょっと引っ掛けられました。でこれで結局今担架で外へ運び出されますが、前半の9分の1点はこのリャン・ヨンギです。この人も今怪我をしてもらっちゃ困る選手ですからね。いや非常に効いてます ね、まあ、運動量、質、まあ、状況に合ったそういうプレーっていうのは非常にできてるんでね。さあベルディチャンスか。ここは大野が行きます。一旦下げますが、おっと、そして中島、さあここはまたチャンス、バンダイも上がっていきます。中島を追っていきます。スピードがあります。関内も行きました。今ニアに関内が行きます。そして中盤のボールはここは復帰です。ディエゴ復帰、前を向いたんですがクリアになりました。オフサイドですか。梅野さん、はい、ヤン・ヨンギ選手丸マークが出ました。戻りました。 OK ですね。はい、ヤン・ヨンギ今入っていきました。まあ、とにかくこれからのゲームを考えても、まあ、今日含めた4試合、これが終われば残り3試合という仙台はもうバンダイは2試合出ることができなくなってしまいます。京都戦という大きな一戦があるんですよね。これはバンダイはダメということですよね。まあ、でも今のこのチームの作り方とか選手見てると、まあ、1枚いなくても例えばそれを別の選手がっていう部分は見えてきてますけどね。復帰持った、さあチャンスか、復帰いった、そしてディエゴいった、あっと菅井がうまく体を入れました。まあある意味では
決定的な場面を作ろうというこのベルディだったんですが、今菅井がいい守備でしたね。まあ、この辺もね、全体がこう必要な時っていうのは本当にプレーの質を落とさないっていう、はい、体を張っていきました。23歳山形の出身です。山形中央高校、一人ハードマークがこの人の身上なんですが、これでも今ハンド取られてたら危なかったですよ、ですよね、復帰はね。確かにねまあでも時間が経てばベルディの選手はどんどん復帰、デーゴに長めのボール入れてきますから、やっぱりそこのマーキングが仙台一番重要ですよね。である意味では仙台もお金を飛ばしていた感じがありますから、まあ、その辺のこう疲れ等も当然こう出てくる時間はあるはずです。あそこを復帰、そしてディエゴ、まあ、この辺はもうスタミナ十分ですから、まあ、どうやってついていくのか。ただご覧のようなこの仙台のサポーターです。本当にたくさんのサポーターです。後押しされています。大きな声は持井監督です。高いから大きなボールが出ました。まあ、逆にでも仙台はバンダがいなくなってロペスが間に合う可能性もありますからね、はい、これから、はい。ロペス選手、次節から出させる予定だという話を本監督はしていました。まあ、前節あたりも、まあ、ロペスはいませんでした。いいゲームをしています。いいよからスルーパス1本出た。そして復帰は持ってゴール前にあってシュートは、うわー、あれで打って、あれまあ林の足元でしたから助かりましたが、まだあります。復帰狙うか、シュート、角度変わった、林、いやー、よく当てましたね。今よく当てましたね。平山ゴールという瞬間に見えたんですが、よく当てた林、まだあります。服部来ました、服部。さあそしていいよ、ベルディのチャンスは続きます。いいよ、ちょっとバランスを崩していますが、関内最後当てて、そしてボールを取りました。いやー、広山の得点というシーンがあったんですが、まあ、広山もこの対決では2回目のゲームで2点を取っています。まあ、第20節の6月の9日のゲームでした。まあ、でも復帰はどこからでも打つという対応 ですよね。ベガルドの選手はもう準備しないと、本当に怖いですね。ですよね。ディエゴ、クロスが1本入る。大野、ちょっと長いか、あーっと出てしまいました。この両チームは最初の対決が第3節の3月の17日でした。まあ、この時は2対2の引き分けでした。これがさっきのこのキックですよね。これはよくでも反応しますよね。まあ、その後のね、この相手に当たってコース変わってて、これまでやっぱり可能性ありますからね、はい、これだけボールが強いとね、あれ平山もらったって気持ちありましたよね。林がよく反応しました。まあ、その2回目の20節ではこれが平山の2号で2対1の勝ちでした。で、第27節が3回目の勝負、7月の11日、ここは返します。キーパー高いです。この時は4対1のベルディの勝ちでした。ベルディのアウェーだったんですが、復帰のハットトリックが大きいものを言っています。まあ、今シーズンはここまで2勝1分けでしています。1本出る、トラップをする、ちょっとできないか。まあ、あのボールが多分これから増えますから、はい、ベガルダの選手はそれの対応、おうおう危ない危ないという感じでしょう。ただ復帰はかなり攻撃を吹き返しています。復帰、服部上げる、クリアボール。さあ、貝本が行きます。貝本とバンダイが行っていますが、貝本、バンダイ、バンダイ、貝本、バンダイ、バンダイ、そしてイエローカードは貝本ですか。いや、でもあの辺のやっぱりバンダイは強いですね、早いしね、はい、だから本当にベルディの2トップばっかり注意されますけども、はい、逆にベガルダの2トップの選手も個人能力非常に高いと。確かにね、ベルディの最終ラインもそんなにきっちり捕まえないと、はい、2点目取られると相当やっぱりプレッシャーかかりますね。はい、貝本は累積2枚目のカードとなりました。おっと、こぼれていきます。まあ、バンダイも復帰を考えたら1986年の生まれになります。21歳です。同年齢です。富澤から土屋です。土屋から右へ持って貝本、
カイムと土屋がそれぞれ1枚ずつカードをもらってしまっています。富澤、そして服部、ディエゴからいいよ、もう1回ディエゴ、服部、ここはポゼッションでは後半のスタートベルティが上回っていますが、ちょっと伸びすぎていきました。すまんという表情の服部です。おっと今度は一気に行くのか、ヤインからボール入る、バンダイヤ、バンダイタット、よく挟みましたね今ね。まあでもいいところ入りますね、服部と菅原が行っていました。いやーヤン、ヨンギのスピード、バンダイ、その逆サイドには関内も入っていました。ヤン、ヨンギ、さあここはボールを持てないか、持つか、平山行きますが、千葉、千葉持っています。大野が行きます。さあボールをもらった菅原、菅原から縦に入って復帰、あっとファールです。長いのファールがありました。早いリスタート、あったこの辺はまあもったいないと思うんですが、ディエゴとしてはなんでだということで、いやでもまあ、ベガルタの最終ラインが今うまく残ったんで、あれ以上出ると確かにオフサイドですね、ただその前の復帰にファールになったんですけど、でもそういう復帰とか何人かのキーマンに対していくディフェンスの徹底は、ベガルタの方がちょっと今上行ってますよね。広山、そして服部、ただポゼッションのパーセンテージはベルディは高くなってきました。服部、あー変わらない。さあ中島か、逆サイドバンダイ、中島行く、回り込んで今オーバーラップは関口、中島持った、ヤンヨンギ行く、ヤンヨンギ、しかしここは大野が対応しました。さあ今度は逆襲だ、復帰を走らせる、復帰間に合う、逆に平山入っていきますが、逆サイド平山、中央に飯尾が行ったんですが、ただ復帰の速さ速いです。まあ、あとはやっぱり復帰がああやってチャンスメイクする時の広山とか大野のやっぱゴール前の入り方ですよね、その辺がやっぱり相当重要ですよね。かなりサポーターの声もヒートアップしています。1対0、今しかしチャンスはベルディです。さあコーナーキック、ファイ持っていく、クリアになった、そしてここはフッキーがいる、狙うかな、狙っていく、シュートになりました。そして当たっていますから、もう1回、さあここは今度は大野が行きます。後半の入り方、そして後半に入って15分から今16分という時間になっていきますが、ベルディのチャンスが続きます。土屋動いた、大野から上がる、そしてキーパー林、パンチングボレーでいく、こぼれて、おっとここが心配にいましたが、いやー川勝さん、非常にベルディ今チャンスなんですよね、時間帯としては、まあ、当然チャンスですし ね、今の時間帯に追いつくと非常に落ち着けますけども、ただやっぱり仙台も押されててもやっぱり前の2人のカウンター狙うポジショニングが非常にいいんで、なるほど、その辺をやっぱケアしながら攻撃をうまくやっていかないと、なんかやっぱ怖さも感じますね。関口、服部、服部の頭、スローインは仙台、菅井が入れる、25番の菅井です。関口は動いた、その前で処理です、永井です。永井、関口、一旦下げました、ここはディエゴプレッシャーをかけますが、そしてもう一回スローインです。仙台、菅井から裏を取ろうという関内の動き、そのまんま流れていきますが、ボールは追いつきました、関内です、中に入りますが、ここは菅原いました、菅原から中に、そしていいよ、これはファールは菅井です。キャプテンマークをつけますが、大野、しかし、はい、ベルディベンチ、シウバ選手を今準備しています。前節も視察戦は得点機あったんですが、点にはなっていない、これシウバです。飯尾選手と交代します。飯尾ですか、なるほど、まあ、そのまんま同じ場所に入っていくということになるでしょう。長いボールは復帰です、まあ、
こういうボールが川口さんも多くなると言っていたんですが、やっぱり復帰でないというのは多くなりますよね、当然ね。まあ、だから復帰からこぼれてくるボールをどれぐらい狙えるかですよね。はい、早いリスタートで土屋からティエモ、貝本、貝本からディエゴ、サイドを変えていきます。服部復帰、服部、飯尾がいます。終盤もスタンバイしています。復帰、飯尾入った、飯尾シュート、ここはコーナーキックになりますが、まあ、いい絡みですよね。まあ、ディエゴが作って復帰がというところの、はい、それ以外の選手ですよね。そしてそのコーナーキック蹴る前に飯尾下げて、そしてシューバーを投入になります。飯尾が出ていきます。シューバー入っていきます。さあ、そしてこの流れ、今またコーナーキックでペリットのチャンス、ゴール中央にシューバー入っていきました。大野が蹴ります。ニアサイドが土屋の頭、ボールを置いていますが、ぐわっと引っ張り合いはファウルになりました。激しいプレーが続いています。貝本です。ラモス監督のこの表情です。まあ、今はしかし悪くないわけですね。もう19分待っていますが、まあ、だからやっぱり復帰に相当入るという過程で、ベガルタの組織力も、はい、ただそれ以外のところの穴をうまく使えるかどうかというのも、少し周りの選手の狙いがあれば面白いですけどね。はい、まもなく65分になろうとしています、この後半です。もちろんまだ時間がたっぷり残されていますが、さあ今度は仙台だ。菅井が上がっていきました。オーバーラップからボールが入っていく。どうだ、トラップはするか。そしてバンダイ狙えない、まだあります。磯崎から今リャンヨング動いた。リャンヨングの頭が、そして足に行った。高井がボールを持ちました。さあ、そしてベルディが今攻めていきますが、さあ入ったシューバ、関口マークに行っています。シューバまだ持っています。股間を通しますが、といや、いいディフェンスですよね。ですよね、関口です。落ち着いていました。ちょっと気になるのは、また土屋がちょっと足痛めたみたいな。あーはーはー、この辺がね、続くとジャンプ力も落ちるしね。土屋が一番持ってるスピードなんですよね。これもやっぱり消されますね。そうですね。そしてやっぱりバンダイ、あるいは中島がちょっと脅威になってきますね。ちょっとね、この再三土屋の負担が増えると、その土屋がと言いますが、今も多少競った中で足が着地した段階では多少引きずる感がありました。高木です。復帰です。このボールも復帰にはいかないか。菅井がいました。復帰、高いボール、復帰、まだ持つか。うまく体を入れます。さあ、復帰から前にはシーバがいますが、長井が詰めていった。クロスがある、どうだ。うわ、城山の足届かず、ボールは流れていきます。そしてゴールキックに変わりますが、いや、スローに変わりますが、よくあそこから戻しますね。まあ、城山も反応したんですかね。いや、でもね、はい、これ本来チームメートだったらもっと入ってもいいぐらいの、要は復帰のやっぱりその特徴を知ってるとしたらね、はい、あと枚数もそうですけどね。ある意味ではそう、あのチームメイトも仲間で諦めるわけですよね。ああ、ボラデチャーだというのね。まあ、前半も1本ね、角度ないところから林の脇抜けたんですけど、 あそこまで狙いを持つような、要はそれが単独チームのやっぱ一番良さなんで、はい、富澤、土屋、67分が過ぎています。貝本、広山、ディエゴ、菅原、そして仙台カットできずにディエゴもう一回持ってスルーパス、どうだ。復帰が行くが、まだ持っている。さあ、チャンスだった。復帰中入れる。さあ、ここからシューバいる、狙うか狙えるか。シューバがどうだ、中入れた、と横切っていく。まだあります、復帰。あーっと、そしてフラッグです。フラッグ、これは復帰が持った段階でオフサイドになりました。ビッグチャンスですけどね。本当に
ちょっとね今混乱してるんで、はい、ベルにとってチャンスですよね。大野、貝本、貝本はクロスが入る。キーパーの林です。さあそして今度は関口、20番の関口、スピードを持っていますが、中島、あっとボールが出ています。出ました、スローインです。ベルディのスローインです。望月監督、ただまあベルサイ、ベルディサイドから言えばだんだんこうゴールインの匂いがしてきてるんですが、まあ、それがいつになるか、まあ、でもさっきの抜けてきたボールの終盤のポジションから言うとまだ外すぎるんですよね。なるほど。ワイドの中盤もっとやっぱりこう入ってこないと、はい、ちょっとね復帰の個人突破考えたら枚数が少ないですよね。でそのシーバーが持って今落としていくのは服部。もう一回シーバーが来ました。シーバー大きく蹴って、ここは貝本、ちょっと強いか、貝本、貝本間に合います。うまくかわして中に入る。クロスはとコーナーキックになりました。まあ、結局ワイドの選手がどんどん中央に入ってくるとああやってサイドバックの選手が空きますからね、はい、スペースも、そうすると相当余裕のあるプレーができるんで、そういう攻めをじゃあ増やしていきたいわけですね。であとゴール前に人を相当集めることができるんで、やっぱり二次攻撃とか相当期待できますよね。大歓声です。低いボールはここはガーッと林が飛びました。今日のアディロモトスタジアムは1万6342人が入りました。1万6342人、復帰がいってますね。おっと、中島詰めていきました。まあ、この1万6000人という数がいかにやっぱりこの両チーム、ただこの数字もほとんど半々ですからね、いかに仙台の、ね、サポーターが多いかということになりますが、メノさん、はい、ただあのベルディのサポーターもやはり通常ではかなり人数多いんですよね。あの今日タオルが配られまして彩ったんですが、はいはい、やはり緑の雰囲気しっかり出していっていますね。なるほど。広山からサイドを変えてシューバが待っていますが、シューバサイドを変えています。見に行っていますが、貝本今入りました。その貝本、おっとファールがあります。さあ激しいプレーが続きますが、もう70分が過ぎて残りもう20分になりました。前半の9分のリャン・ヨンギの1点という仙台の1点リード。もちろんゲームはまだまだ分かりません、これからになります。その緑のカラーがこの左サイドになりますが埋まっています。まあ、こういう時にいろんな予測と読みかけて準備できる選手が中央に何人いるかですよね、はい。さあそして復帰です。当然狙えるし誰かがさればというボールになると思うんですが、左足いい角度です。狙ってくる、どうだ、林です。ボールはまだ出ていないか。そしてコーナーになりました。まあでもキーパーのやっぱり林の判断は前半から非常にいいですね。抱え込みに行くと難しいところもあるんですが、やっぱりケースバイケースでしっかりパンチングでいきますもんね。その辺がやっぱり安定感というかね、そして今千葉崎がスタンバイをしているベルディです。さあここもチャンス、飛び込む、どうだ、シュートは、あっと最後はディエゴのシュートですが、それました。皆さん、はい、柴崎選手は大野選手と交代します。大野、これがベルディが2人目の交代ということになりますが、川勝さんもその大野のいわゆるこう攻めた時のポジション運の話もあったんですが、その大野を下げましたね。まあやっぱりちょっとね、プレースタイル違う人を入れて、はい、もうちょっと攻撃の形変化つけるとか、まあ、前半がちょっとフラットすぎてね、はい、前の2人を助けるような距離感というのはちょっとなかったんでね。なるほど。国見から国士官長短のパスが非常に正確です。運動量もあります。その柴崎を入れてまいりました。175センチのプレイヤーです。雨はすっかり上がっています。風もほとんどありません、この味の素スタジアム。前野さん、はい、そして仙台ベンチの方なんですが、田村選手を準備しています。今指示を与えていますね、はい。田村はミッドフィーダーです。そしてまた倒れていますが、2番の北に、千葉県出身はシュートから国士官です。
復帰との接触となりました。183選手という30歳キャリアを持っています北見です。北見も途中怪我で、出場できなかったところはあったんですが、22節から怪我も治って戻ってきています。さあこの位置がいい位置なんですよね。だからやっぱりキーパーもそれは分かっていると、林も、はい、それ以外の選手、特にベルディの選手がどれだけいいタイミングで詰めていけるかとかね、はい、得意の距離になります復帰です。今シーズンは復帰も当然このフリーキックでは点を取っています。過去6点を取っているこのフリーキック、さあ助走をつけます復帰、狙いを定めて打ったシュート、うわポストですか、すごいですね。しかしこれ林が反応する前にもう到達してましたね。強烈です。なんかゴールが今動いたみたいな。いやちょっとね、あそこ飛んだら林はどうしようもないですよ。ですよね、その復帰、いやフリーキック7点目かと思ったんですが、今37点を取っているこの復帰、1点取れば J2 リーグの更新です。柴崎ヒット、柴崎中入れるが、いやいいとこ入りましたね、今のもあわやオンゴールですよね。結局だから復帰が動くと、仙台の選手が相当動くんで、やっぱりそのあたりを使わないで、空けたスペースを別の人が入れば、チャンスは大きいですよね。それから千葉にも今イエローカードです。コーナーです。芝美関最後目、これはなんとちょっと距離が出すぎたか、しかしまだある、漏れてきました。復帰です、とにかく狙っていこうというこの復帰の姿勢です。本当に怖い選手です。ちょっとベガルダも選手交代とか、はい、アイデアがあってもちょっと今動きづらいですね、そうですね、一旦選手、この後ありますね、田村ですね、田村選手です、はい、服部、復帰、復帰持った、復帰持った、千葉が行きましたが、復帰中入れた、これもいないか、まだあるか、そして菅原狙えるか、狙えるか、狙えない、まだ、笛が鳴ってしまった、今のも触ればというところなんですが、いやよく割れてるんですけどね、これ、服部に粘ってね、で復帰、強いですよね。本当にゴールが近いんですが、ただね、一番大事なその PK スポットあたりのところに人が見えないと、はい、だあそこにやっぱり入ってあげないと、はい、復帰のあの個人突破が本当に生きないというかね、なるほどね、要はサポーターも必要ないんだから、最終的な局面にちょっと人を置かないと惜しいですよね、はい、広山、ディエゴ、ここはバンダー、そして関口から今中に中島が入ろうというところですが、千葉、中島、裏は取った、フラッグです、オフサイド、オフサイドです。上野さん、はい、仙台は田村選手は中島選手との交代になります。中島ですか、はい、最初関口選手との交代を考えていたようなんですが、ギリギリで中島選手に変えました、はい、中島との交代、ちょっと疲れもありますね。服部、そして復帰、ここもコーナーです。もう復帰のキックもただではありません。1対0です。前半9分というこの1点が入ってリャン読みだったんですが、それ以降は点が入っていない両チームですが、なんとなくベルディはその得点の匂いがしています。あとはゴールインを待つだけなんですが、さあ服部、仙台がなんとかしのいでいます。服部飛び込む、復帰、仙台としては一番悪い展開ですが、服部、さあまだチャンスは続く、そして一歩入っていくがディエゴシュート、決まりました、ディエゴ同点ゴールが決まりました、1対1です。ようやくベルディが追いつきました。いや
ツな前ですね、はい、77分です。いやその得点の匂いがという話はしていたんですが、川勝さん、まさに押し押しでしたからね。やっぱりね、一番大事なのは前半なかったやっぱり点を取りに行く時の人の多さというかね、やっぱり前の2人にちょっと任せっきりで全体の選手の運動量とかボールに集まる時間というのは相当かかったと、はい、今いい時間帯を相当人数かけていってると、はい、相当リスクを確保していってますから、皆さんもうベンチもすごいハイタッチ、また抱きつきの嵐だったんですが、スタンドで見ているチームスタッフも全員立ち上がってでしょう、もう大きな声を上げていました、はい、チーム一丸という感じですよね。そして、仙台の方選手交代をやめました。今の得点でディエゴ、ここは北に、まあ、そしてこの両チームに関しては引き分けでもいいという、まあ、最後もちろん勝ってベルディとしては3点が欲しいんでしょうが、まあ、最悪でもまあこの仙台を考えれば直接対決、まあ、引き分けでも勝ち点差は縮まらないということになります。ただ仙台からは勝ち点3を取らないことには何も始まりません。まあでもベルディはやっぱりホームでね、復帰がもう出れないって考えたら、今日のゲームで勝ち点3取っておきたいのは、まあ、そうでしょうね、そうすれば J1 のオートマチックな昇格には大手をかけるということになります。中島を残しました。一旦は田村に変えてということだったんですが、中島はやはり残しました。さあ関内です。クロスが入っていきます。キュー、シュートはもっとワンバイでした。最後はコーナーか、いいとこ入りますね関内ですね、今クロスはね。そしてバンダイが行ったんですね。要は今関口の体勢見て、ニアしかないっていう入り方なんで、あの辺のやっぱり読みが非常にいいですよね、はい、富澤が今ちょっと足がつきましたが立ち上がっています。西三市の同点です。こちらが仙台のサポーター、本当にたくさん今日は入っています。さあギャン4がボールを蹴ります。飛び込めるか、落としてるか、おっと激しいプレーですね今のは。しかしあ、土屋が今倒されていますが、イエローカードですよね。あ、ちょっとこう北にも興奮しました。北にが累積、これが2枚目のイエローカードになります。ここでのプレー、岡山の頭187センチ、そしてここでの土屋と北にで、この後にちょっと飛ばす、突き飛ばすような感じになりました。このアフター、ここですよね、うん、まあ、これでまあイエローカードになりました。皆さん、はい、仙台の方はファビーニョ選手を準備しています。そうですか、関口選手と交代します。ファビーニョも怪我でずっと出番はなかったんですが、北に今イエローカードです。まあでもちょっと嫌な選手がベルにとっては入ります。そうですか、今時間が36分、したがって81分という数字になります。あと9分です。シューバーが来ました。右サイドシューバー、シューバー追っていきます。そして今ディエゴが入っていきました。復帰復帰復帰、そしてクリア、ここは繋いでいくのか、ボールはちょっと長い。スローインは仙台です。あ、その今ファビーノという話が出ましたが、まあ、ミドルシュートも打てますしね、本当にこう今仙台に必要なちょっとプレー的に落ちている部分を相当持っている選手なんで、まあ、この辺はベルディも気をつけた方がいいですよね。ディエゴ復帰、マット前を取っていきますがダメです。柴崎、1対1の同点です。まあ、最悪引き分けでもいいというこの仙台、これもイエローカード、激しくなってきましたね。あ、柴崎にイエローカードが出てしまいます。そして今ファビーニョが入っていきました。8月の25日の湘南戦で怪我をしてしまいました、まあ、37節からずっと欠場だったんですが、久々登場であります。これで流れが変わるかどうかになります。
ています。あと残りもう8分から今7分になろうとしています。最悪ベルディは引き分けでも OK です。仙台は勝たなければいけません。復帰行きました。白山から出たボール復帰が行きました。ディエゴ中に入って、さあチャンスがこれから入るんです、うん、これがさっきありました。で北里が今度は反応しています。かわしてから動作が速いのと、またバランス崩してもボールが非常に速いと、はい、そして中にはそのディエゴとシューバという2人が入っていました。まあ、そこに行く前に北里が防いでいます。いやー随分と激しくなっています。さあそして服部が今水を含んでボールを蹴ります。高いボールは逆へ持っていく。ディエゴ飛ぶか、クリアボール。そして中島いきます。広山前を向くシュートを狙っていく。貝本まだあります。そしてクロスが1本入ってきました。ゴーッと土屋です。土屋が行っていますが林が取りました。さあそして今度はまた攻めていきますが仙台、さあここからどうやって切り開いていくか。磯崎そして逆の展開、サイドを変えていきます。菅井そしてリャン4人からボールを持って今前にはファビーヌもいますが、ファビーヌボールが入った。面白い。菅井から入った。そしてクロスがシュートあった。中島行きましたが届かずです。よくいいボール入ったし、ベルディも今、最終ラインもよくつきましたね。中島半歩くれました。さあ菅井が入れます。リャン4人に入りました。リャン4人、しかしここはベルディがボールを取ります。復帰に渡るか。はい、仙台は中原選手準備しています。中島選手と交代します。はい、ここで中島に変えて中原、あとまだあります。ヤン4人ファビーニョはおっとファーになりました、ね、ファビーニョも最初のタッチだったんですが、やはりゲームでは遠ざかっています。ちょっとこうゲーム感というのがまだないかも分かりませんが、でここで中島を下げて、そして中原投入です。まあ、高さありますからね、中原投入ということになりました。181センチあります。仙台、新潟、去年は新潟でプレーをしていました。まあ、仙台で戻ってきています。まあ、両足でボールを蹴ることができます。あっとこぼれています。裏を取ります。追いつか、あ出てない。中原だったんですが、ここはもう一回仙台か。シューバー、そして復帰だ。アウト、届かない。まだある。シューバー東海を抑えました。北谷です。あと4分です。86分が過ぎていますが、1対1の同点です。前半1対0仙台、後半にベルディが1点を取りました。ディエゴのゴールインです。1対1の同点です。相当ボールサイドに偏りが今あるんでね、はい、この辺から展開逆に持っていければベルディ非常に大きいしね、広山、服部、ここはフラッグです。上野さん、はい、富澤選手ちょっともうダメなようですね。一柳選手と交代することになりました。先ほども足をつったというゴール前のシーンはあったんですが、ご覧のようにもう残り時間も3分となります。その富澤がちょっとまだ立ち上がれません。したがって一柳に投入ということになります。まあ、土屋がちょっと心配だったんですが、土屋は大丈夫なようです。まあ、やっぱりそれだけベルダのツートップの運動量、はい、中盤の飛び出しが相当あったんでね、ベルディの最終ラインの選手の負担というのは大きかったですよね、はい、富澤が下がっていきます。そして一柳が入っていきました。まあ、これがベルディは3人目の交代です。もうこれ以上の交代はありません。ここを前を取ってリャン4にいますが、そして復帰を狙ってスローインです。皆さん、富澤選手、はい、足がつりながらもいつ頼むぞともかなり大きな声で声をかけていました。そうでしょうね。まあ、
そのまんま一塁は当然ですが、その富澤のところに入っていきました。センターバックに入っています。万代、ディエゴ、そして菅井が来ますが、広山取った。広山どこへ持っていく。復帰が待っている。その復帰に行った。そしてディエゴ逆サイドにいる。狙ったシュートだ。そしてディエゴと入らないか。いやー、林よく反応しました。林がね、まず反応できないと。うわ、まあ、右手ドライブしてちょっと曲がったんでね、最初のコースからはちょっとずれてますから、ね、でもよく触りましたよ、あれは。でその後もディエゴいたんですよね。まあ怖いですね。怖いですよね。いや、なんか復帰から言ったら今日のイエローカード1枚でもうあと残り2はないんだという、なんかそういう気持ちでしょうか。どっと来ますが、出すしかないですよね。復帰からればあと1点取ればこのディビジョン2に記録を残していきます。今37点。その復帰です。さあチャンス、チャンスになる。裏は取れないか。しっかりデーゴを狙っていきました。まだチャンスですが、もう1分を切っています。アディショナルタイムはどのくらいあるかちょっと気になってくるんですが、その前のここは復帰が蹴りますね。コーナーキックは復帰です。飛び込む土屋、まだある。貝本、あっと林です。さあそして長いボール1本蹴ってファビーノが行きますが、ちょっとゴール前で岡山選手が立てませんね。釣りますね。あ、そうですね。岡山、これディエゴが優しくやっているんですが、上野さん、はい、アディショナルタイム3分です。3分ですか。この3分が仙台にはどのくらいの時間に感じるか。まあ、だから岡山を変えるか、岡山プレーできるかというのは相当大きいですからね、はい、あと1枚残っています。すでに中原、そしてファミーノが出ています。あと1枚残っています。一対一の同点、前半の9分のリャン4人、しかし後半77分です。バツマークが出ました。バツですか、はい、77分、ディエゴの1点で同点になっています。バツマークということは岡山はちょっとこう出られないという状況でしょう。そうですね、ジョニューソン選手が今準備しています、ミッドフィーダージョニューソン。さあそしてシューバー、服部、ベルディが行きます。今1枚少ないこの仙台なんですが、復帰からもう1回戻していきます。服部からシューバー、広山が今手を挙げています。復帰から出ていかない。あ、そしてボールを奪われました。バンダイから、さあここはチャンスが生まれるか。リャン4人いった。リャン4人中にボールを入れる。長いボールが1本入った。飛ぶ、後ろはファミーノ追っていきます。中原、そしてバンダイがいました。もう一回ここがチャンスになります。磯崎、リャン4に求めていますが一旦下げました。そのリャン4に戻ってもう一回磯崎に出していきます。左サイド、磯崎、低いボールが入る。中原飛ぶ、ゴール前、あっとボール、シュート、それました。いや、決定的な場面でした。そして岡山に代わってジョニューソンが今入っていきますが、高さ1点でしたね。今のは落としていいとこ入りましたけどね、このまま終わるのか、あるいはどちらか勝ち点3をゲットするのか。時間はなくなっていますが、アディショナルタイムは3分です。岡山結局は下がっていきました。時間はなくなっています。そして両チーム選手の交代はもうありません。最悪同点引き上げでもいいというベルディがディエゴの77分のゴールで1点を取っています。同点にしていますが、さあバンダが行きました。そしてここは今ジョニューソンが取ります。さあこのボールを拾うのはどちら。広山行きました。広山、ベルディがボールをキープです。20番広山、投げが打っていきます。こぼれてもう1回広山が、あっとファウル、時間がなくなっています。今
アディショナルタイムの3分が過ぎようとしています。その3分が過ぎました。もう時間はない、ほとんどありません。そしてチャンスはベルディです。仙台の勝ちが非常に難しくなってくるのか。まあでもこのチャンス、ベルディのこれ最後のチャンスなんでね、はい、もうちょっと人は上がってもいいと思うんですけど、クロスが入ってちょっと伸びてしまって、さあもう時間はないぞ。ここは仙台は早く行かないといけません。もうどんどん行くしかありません。時間はもうなくなっています。さあ中原からボールは中に入りますが、逆を取られて、しかしジョニウソンが行きました。さあここからどうする点になるか。もう3分が過ぎています。クロスが入った、中原待っている、中原落とす、ここは誰もいないか。そして長い笛、結局ゲームは終了。非常にタフなゲームでした。東京ベルディ1969、そしてベガルタ仙台、結局1対1の同点でこのゲームは引き分けに終わっています。この引き分けの持つ意味が、まあ、仙台からは非常に大きな2点を失ったという展開なのか。一方のベルディは今の順位を考えれば第2位です、まあ、これで85になりました。一方仙台は80です。ですからその勝ち点の5の差は変わらず、まあ、したがって、まあ、仙台は1試合少ないわけですから、まあ、これを勝ちと計算すればやはり勝ち点2差までいくということで、まあ、2試合を残すわけですが、まあ、ですから、まあ、この後は50節はこのベルディはお休みになります。ゲームありません。ですから仙台の結果をまあ見るということになるんですが、まだまだこの後も、まあ、この J1 の昇格争いという意味では、まあ、面白くなっていくのは確かなんですが、ただ引き分けの持つ意味を考えたら、川上さん、やっぱりベルディの方が大きいですよね。まあ、大きいですけど、はい、ちょっとね、失った選手も大きいんでね、なるほど。お互いのチームには微妙ですね。復帰が4枚のイエローカード、2試合の出場停止、これはですから今シーズンはもう出ることはできなくなりました。一方のバンダイのこの出場停止というのはやはり2試合です。ただまああと残り3試合ですから、まあ、2試合残りの、まあ、1試合は出ることはできるという、まあ、そういった感じになります。いやそれにしても、まあ、期待通りのタフなゲームでしたね。そうですね、本当に後半特にゲームが激しくなって、はい、特にベルディに相当チャンスありましたけども、まあ、でも改めて復帰の左足のパワー、今までの J の感覚で対応すると本当にもうまず規格外の選手だということを改めてちょっと今日ゲームでね再認識しましたけどね。本当ですよね。いやだから逆に言えば林もよく反応しましたよね。いや本当にね、あの林の判断というのは非常に全部良かったですよね、前半から、であとやっぱり最終的な局面なんかのディフェンダーの戻りとか、はい、まあ、多少の運もありましたけども、やっぱその辺もやっぱり最後まで諦めないという、いいポジショニングを取ってましたよね、はい、いやそして、まあ、とにかく今日はもうサポーターの大関心といいましょうか、まあ、非常に興味あるカードということで、まあ、2位のベルディ、そして3位の仙台ということで、まあ、たくさんのサポーターを詰めかけたわけなんですが、まあお互い痛み分けにはなったんですが、サポーターとしては本当にまあこれがサッカー、This is the サッカーというのをなんか見た感じありますよね。まあ、やっぱりどっちもまだまだチャンスというかね、可能性を残してるし、逆に言えばその危ないというね、危険な部分を残してますけども、お互いのゲームは前後半それぞれ形が出たというのは非常にやっぱり重要なゲームの終わりには内容もあったんで良かったと思いますね。ベルディの選手はゆっくり今そのサポーターの前に足を運んで、そして感謝の意を込めて頭を下げます。一方の仙台も、まあ、とにかく今日はバス26台、まあ、そして6時台の朝のあの新幹線は、まあ、ほとんどが満席で、ほとんどがこの仙台のサポーターだったそうですが、まあ、それほど詰めてくれました。まあそういったサポーターに勝利の勝ち点3を与えることはできなかったんですが、まあ、しかし本当に感動といいましょうか、まあ、素晴らしいゲームを見せてくれました。今拍手をしていますが、ディエゴの77分の同点ゴール、まあ、これがあったから、まあ、本当にベルディがいればよかったという、まあ、これなかったら今もう逆転されてしまうような展開になっていたわけですから、
まあでもやっぱりこのゲームの結果も相当大きいですけども、残り1試合とかね、レアルタ3試合ですけども、そのゲームがもっとこれから大きくなるんで、そこの準備とかね、やっぱり今日のゲームのそれぞれの修正ポイントのしっかり抑えた方が、まあ、切り替えが大事ですよ、これから残りは。本当ですね、まあ、そういった意味でもまだまだ本当こう J リーグのディビジョンは昇格という意味では、まあ、どうなっていくか分からないという状況になっています。札幌、ヴェルディ、仙台、京都、そしてセレッソ、まあ、6位の湘南はこれも2位以上がないということですから、まあ、この5チームに絞られては来ているんですが、まあ、そういった中でも、まあ、仙台も実はまだ京都戦を残しています、まあ、これも直接の対決になりますし、まあ、ヴェルディはあとはまあ愛媛、セレッソということになるわけなんですが、ただまあどこのチームが来ても今下位に低迷しているチームでも、まあ、何が起こるか分からないわけですから、まあ、まだまだ怖い展開が続くと思うんですが、さあインタビューの準備ができたようです。放送席それではディエゴ選手にお話を伺います。まずこの大事なゲームで1対1の同点、今日のゲームの振り返りからお願いします。Achei o empate até é bom, né, pra gente, né? A gente podia ter saído com a vitória, mas, né, não perdemos, isso que importa, somamos um ponto, né? E estamos aí vivo pra gente procurar o lugar na G1 ano que vem.まあ、もちろん勝利の方が良かったんですけれども、まあ、結果として1点を取れたので、ベルディにはそんなに悪い結果じゃないと思いますね。次につなげたいと思います。それにしてもあなたの素晴らしい同点ゴールで追いついたわけですが、ゴールについて振り返ってください。Acho que foi esse gol não foi só meu, né? Foi gol do grupo todo, né? Tá todo mundo de parabéns, né? A gente se cobrou ali o segundo tempo, a gente tinha condições de virar o jogo, né? Não aconteceu.Mas esse gol aí, né, não foi só meu, foi do time todo. まあ、これはみんなチームメイトのおかげで取れた点だと思いますし、みんなの力が一つになった時に生まれた1点だと思いますね。本当にこの試合のスコアをひっくり返すチャンスもあったんですけれども、残念ながらそうならなかったんですけども、とりあえず同点まで追いつけたということはすごくプラスになったと思います。チームメイトの復帰選手が残り2試合試合に出られませんが、そのあたりはどうでしょうか。É uma pena, né? É uma pena o Hulk, né? Um jogador muito importante no nosso grupo, mas acho que, né, faltando dois jogos, não temos que levar isso para dentro de campo, né? O Hulk com certeza vai fazer falta, como qualquer outro jogador, né? Mas, né, o time que quer subir não vai ter isso. A gente não pode pensar que perdemos o Hulk, né? Temos um grupo forte. Eu tenho certeza que entrar no lugar do Hulk vai corresponder.そうですね、Hulkがいなくなるのはすごく残念なんですけれども、でも昇格したいチーム、 J1 に上がりたいチームだったら一人の選手だけを頼りにしちゃいけないので、代わりに出てくる選手も力を発揮してくれて、すごくヴェルディを救ってくれると思うので、ヴェルディはやっぱりHulkだけではないのでね、確かにチームにはすごくマイナスになるけれども、それに負けないように、乗り越えてやっていきたいと思います。残り2試合期待しています。ありがとうございました。どうもありがとうございます。まあ、確かに復帰がいなくなっても、まあ、復帰一人のチームではないというわけですから、まあ、当然その下位の選手も活躍をしてくれると思うんですが、これはもちろんバンダーいないこの仙台にも同じことを言えると思うんですが、ただまあ今日のゲーム展開の中ではやはりあの辺の1点というのは77分、まあ、とにかくなんかこうヴェルディの方がその点が入るような、まあ、そういった理由がありました。まあ、ポジションも高かった、そういった中で、まあ、取った1点ということですが、まあ、今終わってみれば非常に大きな1点ということになりました。ヴェルディそして仙台の一戦終わって結局1-1の引き分けで終わっています。この放送は味の素スタジアムからお送りしています。カルガモ親子の映像本当に可愛らしかったですね。道行く方々も足を止めて見入ってましたね。信号をわざわざ止めてカルガモ親子の道路を横断させてたそうですが、はい、でもドライバーの方もなんだかホッとされたのではないでしょうか。はい、東京でもまだこんな風景が見られると思うと嬉しくなりますね。癒されますよね。続いてはお天気のコーナーです。明日は久しぶりに気持ちのいい青空が見られそうですよ。森山さん、さあドガッチへアクセス。ビッグイヤーを目指す熱き戦い、ウェファーチャンピオンズリーグ0708グループステージ第4節、11月6日に行われる8試合の放送予定はご覧の通り、ライブ放送は28時30分からお送りします。7日に登場するマンチェスターユナイテッドとアーセナルは第4節で勝ち抜けを決められるのか、注目の対戦をお楽しみに。
ミュージックビデオ専門 VMC11 月のおすすめプログラムは12日エルトン・ジョン特集、14日イーグルス特集、21日ブリトニー・スピアーズ特集、28日レッド・ゼッペリン特集。ミュージックビデオ専門 VMC、 お申し込みはこちらまで。味の素スタジアムの今日のヴェルディそしてベガルタ、この両チームの対戦は本当にタフなゲームでした。まあ、結果は1対1の引き分け。さあそれではこのゲームハイライトで振り返っていきましょう。まあ、仙台が前半から非常にいい形で流れを掴んでいました。まあ、川勝さん、はい、ここ前半は仙台だったわけですよね、ペース的には。まあ、ベルディちょっとね、前半は硬さがあった、運動量がちょっと上がらなかったと。そしてこのリャン4にも1点が前半の9分でした。まあ、この辺ねやっぱりバンダイが動いた時の空けたスペースに、はい、まあ、サイドからリャンが入ってくると、でやっぱりそれを捕まえきれないっていうところもあったし、そういうところにうまく入るやっぱそのコース取りとかね、この辺も非常に見事ですね。フィニッシュも落ち着いてましたよね。はい、リャン、そして関口の両サイドに、それからやっぱりバンダイと中島がうまかったわけですよね。やっぱり厚みがありましたよね、全体に。まあ、ですからベルディとしてはなかなかこうシュートチャンスがなかった。まあ、遠い力が打つしかないという状況で復帰あるいはディエゴも打っていたんですが、まあ、決していい状況ではありませんでした。ちょっと崩しきれないんでね。はい、ただそういった状況でこれがその復帰の結局はイエローカードということになりました。まあ、やっぱり最初に中島に行くディフェンダーがやっぱりあそこを自由にさせたというのがカードにつながってますよね。はい、ただ本当にもうどういう体勢でもどこからでも打ちますからね。やっぱ怖いというかね、本当に。前半は1対0、そして後半に入っていきます。で後半で今度はやっぱりヴェルディの方がペースを握るわけですよね。まあ、当然前に出るしかないと、やっぱりそこで初めて動き出しがいつも通りのプレーに変わってきたと。はい、まあ、まあそれは仙台に相当圧力かけましたよね。ですからまあポジション的にも確かにこのパーセンテージの高くなったヴェルディがもう一気に攻め立てていきます。まあ、チャンスがたびたび来ていました。途中入ったシューバー、そして復帰のこのシュート、これは本当にね、ポストねボール動いたんじゃないか、これのシュートですねそしてこのボレーですね。あそこディエゴはやっぱり前ですよね。これボレーであそこ狙ってきますよね。まあ低いやつが最後もバウンドギリギリのやつをうまくね力まないでコースを優先してね、ペースを合わせたっていうのはやっぱりうまいですよね。これが77分の同点ゴールでした。なかなか両チームとに今点は入らないんですが、ただまだ何かが起こるという雰囲気は多分にありました。これもやはり林のある意味ではやっぱりこのゴールキーピングといいましょうか、無回転ですけど ねこれは今度は逆に仙台のチャンスでした。バンダー、いや本当に目が離せないゲームでした。ただシュートの数はこれヴェルディ14は分かるんですが、仙台5しかなかったんですね。ということは後半はもうほとんど打ってないんですよね。ですね、まあ、圧倒的にちょっとヴェルディが攻めましたけどね、後半はね。ですからコーナーキックも当然こういう数になりますしね。ただイエローカードが両チーム合わせて8枚という結果でした。結果は1対1の引き分けに終わっています。いや本当にタフなゲームでした。ご覧のように9分のリャン4に、そして77分のディエゴという、まあ、これが結果1対1の引き分け。したがって46試合でヴェルディは85の勝ち点です。一方仙台は45試合1試合少ないんです。その中で80の勝ち点という、まあ、勝ち点の差は5試合開始前と変わらずということで、まあ、終わっています。ただまだまだこの後先どうなっていくか全く予測がつかない、分からないというこの J1 の昇格争い。さあそのヴェルディの今後の対戦ですといってももう2試合しかなくなりました。
次節50節はゲームがありません。そして51節、これがホームゲーム、この味の素スタジアムで愛媛との対戦です。あるいはこの辺で優勝という可能性ももちろんあるわけですよね。まあ、優勝というか2位というか、あの J1 昇格ですよね。そうですね、ありますね、はい、で52節がセレッソ戦ということで、まあ、とにかくもう残り2ですからね。そうですね、まあ、セレッソまで持っていきたくないというのは当然あると思いますけども、はい、まあ、でも1試合1試合集中してやっぱり準備するしかないですよ ね、 すね、まあ、復帰はこの2試合は出ることはできなくなったんですが、まあ、他の選手が頑張るしかなくなっています。一方の仙台です。こちらはあとの残り3試合です。湘南、京都、徳島というアウェーの京都戦、やっぱり大きな一戦、もちろんあの全部大きな一戦で負けてはいけないわけなんですが、まあ、京都とやっぱり仙台にそのチャンスがあるんで、このゲームというのは相当大きいですよね。直接対決ですもんね、はい、これはもう、 あのもう51節ですから負けた方が割って感じのゲームでしょうからね、まあ、そうですね、ここはもう本当に大きいですよね、ですよね、うん、というこれが今後のまあ対戦、バンダイは2試合出ることはできない、まあ、徳島戦は戻ってくるということになります。さあ、それでは続きまして J リーグ関連番組のお知らせです。アフターゲームショーでは、まあ、その日の J1、J2、 あ、その前にこれがありますね、第50節ですが J リーグのディビジョン2ですね、18日のゲームになりますが、ご覧のような形でヴェルディがゲームナイトとなります。まあ、札幌、京都も見逃せません。仙台も湘南です。セレッソも草津というこういったカードになっています。そしてディビジョン1のカードですが第32節です。ご覧のように18日ご覧の試合ですが2時と5時のゲームに分かれています。まあ、ここも大詰めを迎えるということになります。さあ、それでは続きまして J リーグ関連番組のお知らせです。アフターゲームショーではその日の J1、J2 すべてのハイライトのほか試合直後の監督選手インタビューも必見です。そして J リーグナイト07プレビューショーでは試合の見どころはもちろんですがイベント情報なども満載です。ぜひお見逃しなく。さらに次週より終盤戦スペシャルプログラムで、パワーアップです。 J リーグアフターゲームショーでは時間を拡大して試合途中からの息詰まる終盤戦の模様をお届けします。ぜひご覧ください。なお12月の J リーグも17日の J リーグアウォーズ生中継などオフ企画も充実です。詳しくはスカパーホームページで確認をしてください。それからもう一つあるんですが東京ヴェルディ1969応援キャンペーンのお知らせがあります。ただいまアメーバーブログにて J1 復帰へ絶対に突き抜けるみんなで応援キャンペーンを実施中です。選手へのメッセージなども募集しておりますのでぜひご覧ください。さあ、川勝さん、はい、今日のゲームですがもう一度おさらいをしてもらいますとどんなことになりますか。まあ、やっぱり前半はベガルタ、はい、後半はベルディなんですけども、ただやっぱり一番感じたのは当然激しいゲームなんですけどね、やっぱりその自分たちの普段をこういうゲームでどのぐらいのペースでもしくは早い時間帯から持ち込んでいつも通りのプレーでスタートとかねゲームを進められるかっていう、それはやっぱり組織力に相当影響大なんでね、はい、でベルディがそういう部分で後半そういうのをまた作れた持てたっていうのは非常にこれからも明るいし、ベガルタの方もやっぱ前半持ってたっていう部分では相当これからもまだ可能性感じますので、まあ、崩さないコンディションをまた整えるってそれが一番大事だと思いますね。はい、ある意味では勝ち点2を失ったか負けですが、まあ、勝ち点1を取ったという、まあ、プラス思考でですね、はい、この後考えていきたいところですね、はいはい、という今日のゲームは結局1対1の引き分けに終わったゲームでした。このゲームは解説がおなじみ川勝良一さん、そしてリポーターが高木清香、実況上野明でお伝えしました。川勝さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この放送は味の素スタジアムからお送りしました。